今日も今週も始めますよ。よいしょ、ちょっとまったり始めよう。バタバタしてたから。ムーミラさん、コンさん、こんばんは。あ、どうもこんばんは。ポリママ聞き直ったマスクロさん、こんばんは。あ、どうもこんばんは、あ、もういきなり10人だ、すごいな。あ、ゆこさん、こんばんは。どうもこんばんは。ピンクマさんもこんばんは。今日はちょっとスロースタートでいきます。レイジは12元侍さん、こんばんは。どうもどうも。というのはちょっとね、今週睡眠時間があまりに少ないので、あ、さくらさん、こんばんは。どうもこんばんは。スロースタートさせていただきます。もう眠くてさ、小野悟りフラグ設置中さん、昨日役所に壮大な虐待をされてブチ切れた小野です。こんばんは。はい、どうもこんばんは。よいしょっと、今日はちょっとゆっくり話そう。なんか疲れ溜まってる。ポケットから僕のちょっとささやかな贅沢、100円ショップでグラスを買いました。声が小さいかな。よいしょっと。よいしょっと。こんな感じで飲んでます。このぐらいの大きさのグラスがちょうどコーヒー飲むにもウイスキー飲むにもいい感じです。ピンクマさん、声大丈夫です。あ、ありがとう。タバスコさんも、こんばんは。音量大丈夫です。ありがとう、ありがとう。桃田と桜咲く出会い店、4月8日から9日さん、こんばんは。キャッシュ中なのでご挨拶だけ、また後で来るかもです。っていうか、8日って明日、明後日じゃん。大変だね。頑張ってね。桜さん、無理のないペースで声がきちんと聞こえますよ。ありがとう。ウールさん、お茶ありがとう、いきなり。はいはい。小野さん、無理しないで、私も昨日は寝込みました。聞こえてます。あ、サンキュー。桃田さん、また来ますね。すみません。あ、いよいよ、ありがとうね、挨拶だけ。ムーミラさん、睡眠不足だと体は精神的に来ますね。私も現在睡眠状態良くなくて、体調が、優れない日続いております。コンさんも気をつけて、どうもありがとうございます。仕事のさ、なんかいろいろ仕事やると、まあトラブルというよりも壁があるよね。難題とかさ。それ全然俺タフなんで強いんだけどさ。いろいろ大変なんでございますよ。僕実家に住んで、両親がボケ始めてるんで、本当に大変で。んで、今、何日前だ ?3 日以上前だな。今週の頭かに、ちょっと動画の撮影をね、しなきゃいけないって言うんで、近所っつっても、まあ、車で乗っていくような距離にある図書館の、脇にあるお堀があって、お堀と、あと、グリーンな芝生があるわけだけど、その間に長いスロープでお堀に入っていくんだけど、その長いスロープを何百メートルもあるんで、飛び越えちゃえってことで、まあ、段差で言えば1メートルか1メートル半ぐらいなところの段差を飛び降りたら、右足のふくらはぎが思いっきり肉離れを起こしてですね、まあ、正直片足をこう引きずりながら歩いているわけですよ。で、引きずりながら歩いてて、階段も一段一段しか登れない。一段一段ってなんていうの？要するに、こう登れないんだよね。一段登ったっていう感じの、歩き方になってんだけども。で、それを見た、ちょっと認知症初期の母親が、なんていうのかな。なんかね、神様がお前に罰を与えたと。言って、かなりちょっと、
まあボケ老人の言うことなんだけど、なんかね、きつくなと思ってさ、そういうのも。こっち必死で仕事してるのになとか思いながらさ、まあ悲しみをこう、なんだろう、押し殺してるわけだけど、うん。ピンクマさん、校長の絵を描いてる、嬉しいです。ごめんなさい。いや、ピンクマさん校長に描いてほしい。ね、結構な、人数が、発注があったと思うので、うん、校長に描いて、健康に、順調にこなしてください。うん。チョロさん、こんばんは。挨拶だけおやすみなさいませ。おチョロさん、早いな。まあまあいいや。まあまあ、また今度ゆっくり、見れるときにね。サクさん、今もカニ歩きですか？そうです。今もまだカニ歩きです。だけどまあ、なんていうの？前に行くときはいいんだけど、後ろに下がれない感じかな。ちょうどふくらはぎ後ろなんでね。ナーネさん、こんばんは。よろしくお願いします。どうもどうも、こんばんは。サクさん、それを言われると辛いです。そう、辛いんだよ。なんで実の母親に、お前は、天罰じゃ、みたいなこと言われなきゃいけないんだって。自分の子だろうって言いたくなるんだけど、しかもそんなことで、ちょっと不機嫌になってたら、なんで不機嫌になってるのって言われる始末なんでね。私そんなこと言ったことないって言われました。5分前に。言うわけないでしょって言われました。もう笑うしかないじゃん。ね。もう、まあ結構ズキズキ。来るんだよ、そういうのは。結構ね、いくらボケ老人の言葉とはいえ、Y さん、こんばんは。今週も拝聴します。ありがとうございます。ピクマさん、ありがとうございます。健康快眠好調です。素晴らしい。くれぐれにも大事に。ああ、僕はなんとなく大丈夫よ。大丈夫。あ、西良みどりさん、こんばんは。どうもこんばんは。さてと、ちょっと28人も見てくれてるんで、まあ自己紹介をね、こうやってオープニングでしてもらってたりするんで、初めて見た人とか書いてない人はね、今のうち書いておいた方がいいよ。話が乗ってきた時に、後でこれちょっとなんか書きたいなって思う時にためらっちゃうから、今のうち書いておこう、自己紹介とか。よいしょ。よいしょと、さてと、今日の本題なんですよ。で、まあ本題もね、ちょっと枕の話と、かぶってくるんだけど、ん？何々？小野さん、それはきつい。うちの父親は、なんて読む？液動性上、なんだに？液動性上がってたので、多分認知症初期だったのかも。ああ、なるほど。なんだろうな、介護ヘルパーの人はさ、高齢者から、虐待を受けたり、あるいは高齢者を虐待したりっていうシーンが、普通に、珍しくないから、そういうふうにこう、なんだろう、認知症の人から、なんかとんでもないこと言われたりなんてことは日常茶飯事なんで慣れてるかもしれないんだけど、なんかさ、不意に、なんていうの、不意に言われると結構来るもんだな。僕負けないので、なんだこりゃって思いながらもね、もう仕事のパワーに変えていくしかないなって思うわけだけど。で、その仕事ですよ。何？さくらさん、移動性ですね。怒りやすくなる認知症の典型で。あ、はいはい。あ、未来さん、こんばんは、こんばんは、どうも。で、まあ多分、このツイキャス見られてる方は、まあ、ほぼご存知だと思うけれども、親から虐待された当事者100人の手紙を一冊にまとめて本を出そうということで、出版プロジェクトを始めています。で、ですね、まあ、いくつか、まあ、いろんな意味で進展がありました。今週から、ちょうど月曜日から、僕のサイト上を通じて、本をね、先払いで買っていただこうと。それで、その先払いのお金を、制作資金に回しますよということで、今僕が、タイムラインにちょっと、リンクした、この公式サイトから、とりあえず、先払いで本を買えるように、今週月曜日からしてます。でですね、で、もう一つ今日、新たに付け加えたのは、僕そもそも寄付でお金集めたいとは実は思ってなかったんだけれども、本が読む、僕の本が特に今回の日本一ミニ公演手紙の内容自体が、
とてもだからある意味ショッキングで怖いので、本は受け取りたくないけど出版プロジェクトは応援したいっていう声がいくつも届いてて、ああそうかっていうことで、本当はちょっとなんていうの、寄付じゃなくてちゃんと本を渡したいんだけれど怖くて読めないっていう人がいると、だったら寄付をそのまま受け取った方がいいかもしれないと。で、中にはその購入サイトから自分の住所とか送ってこないでお金だけ振り込んでる方とかもいらっしゃるので、もうこれはもう寄付サイトを一つ作った方がいいということで寄付ページを作りました。今日の午後すぐにでも、作ったので、本はちょっと怖くて読めないかもしれないけど、寄付したいですっていう人は買わずに寄付するっていうね、ページがあるのでそこを見てほしいです。寄付してください。でもちろんその寄付と事前購入されたお金の総額で400万超えた瞬間に本はもう出版できるっていうことになるんで、でしかもなるはやでそれはやりたいんですよ。ちんたらやりたくないんで、もう2ヶ月3ヶ月、まあ、できればこの1、2ヶ月ぐらいの間にしっかり400万集めたいと思ってますんで、ちょっといろいろなんか展開がタイムラインにあったので、読みます。これ小野朗子さん、ふくらの家具屋さん、コンティニコイン2枚ありがとうございます。ポポンドさんも2枚ありがとうございます。レイジさんとコンティニコインありがとうございます。さくらさんもありがとうございます。さくらさん、寄付のこともブログ記事で告知しましたよ。ありがとう。こういうふうにね、自分のブログに僕のプロジェクト書いてくれるってすっごい嬉しいんだ。自分事として考えてくれてるんだって思うんで、すっごく嬉しい。ね、僕が孤軍奮闘してるんじゃないんだなっていうふうに思わせてくれるし、だから本当ブログ持ってる人は、できればその僕のこの今、タイムラインに書いたリンクを貼ってですね、自分なりの解釈で構わないので、ブログ記事ぜひ、買って、書いてみてください。未来さんぜひ買わせていただきます。ありがとうございます。すぐにでも買えますよ。オンラインバンキングで、ネットバンキングですぐにでも買えますよ。まあ、ネットバンキングじゃなくても、普通に月曜日に銀行行っても買えますよって。ふぐらのかぐやさん、こんばんは。支配は親よりかは大学時代の同級生からでした。着信拒否してるのに、未だに電話がかかってきます。いやですね。まあ、だから、なんだろう、同級生もいろいろ親子関係こじれてるのでしょうね、きっとね。だけど嫌だよね。やっぱり自分の親子関係ぐらい自分でなんとかせんといかんわけですよ。まあ、自分一人でって意味じゃないよ。いろんな人の助けを借りて、親子関係からの支配から逃れないと、こういうふうに、こう、ふぐらの加賀さんみたいに、ね、その友人がそうだと、その友人からその、友人の関係の支配関係を強いられることになってすごくめんどくさいよね。お互い気まずい空気になっちゃうしさ。野さん、私も読むのは辛いんですが、ブックトーク、本について紹介する図書館技法には実物必須なんで、あえて注文しました。ああ、やっぱそういう人いるよね。ムーミラーさん、辛すぎる。私は親が子を産んだことを忘れていたときはショックでした。ああ、私は何と思って聞いたら忘れたことを、忘れているという、そうだね。あるんだよ。だからもうさ、ちょっともう、なんだろうな。まあ、悲しいというか、なんというかもう、なんとも言えない気持ちにさせられるね。ナーネさん、銀の卵ありがとうございます。ムーミラーさん、私も買いたいのですが、一冊からでも大丈夫でしょうか？あ、もちろんもちろん、一冊から売ってます。もちろん、一冊でも全然十分です。もうネット上に売り出してるんで、先払いでお金を振り込んでもらって、届くのはね、秋口になると思う。早ければ9月だけど、まあ一応10月って言ってあります。10月だから半年以上も出されちゃうけど、まあ待っててねとしか言いようがないんだよね。ピンクマさん、私も実は読めないタイプなので寄付します。ありがとう。桜さん、というか、ピンクマさん早く生活設計を成り立たせ、もう何に成り立ってんのかな、心配しなくていいのか大丈夫かっていう感じなんだけど、まあまあまあ、まあ頑張ってくれって。もしちょっと余裕があったら、お小遣い程度振り込んでください。桜さん、私は私だけの虐待経験しかわからないので、虐待の実態把握するために早く見たいです。ありがとうございます。そうそう、そうなんだよね。だからみんなそれぞれ違うあり方だったりするんで、100人、100通りのことを、編集して、載せようと思ってるのね。水さん、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ。猫マシグラスさん、アットセボニキョダクさん、こんばんは。あ、どうもどうもこんばんは。でですね、ちょっと話をつなぎますが、その日本一未公演の手紙を新たに作るっていう時に、
皆さんにも先払いでお金をいただいたりとか、あるいは寄付していただいたりとかっていうことをネット上だけでやろうとすると非常に無理があるんですよ。拡散能力の問題というよりはですね、お金をやっぱり取り扱うので、何らかのその信頼の担保みたいなものが必要になってくるだろうなと。で、例えばキャンプファイヤーとか、レディフォーとかさ、要するにクラウドファンディングサイトとしての、社会的信頼をそこそこ得てしまうと、あ、そこのサイトに載ってるんだから、多分そんなに危険な案件はないだろうっていうふうに普通の人は思うわけよね。うん、僕は違うと思うけれど、なんでかって言ったら、アメリカにはキックスターっていうね、初めて、その世界で初めてクラウドファンディングやったサイトがあるわけだけど、そこはやっぱりイギリスのフィナンシャルタイムズに批判されてるんだよ。なぜかっていうと、マネーロンダリングが起こる可能性がある、そう、起こるリスクがあるからなんだよ。クラウドファンディングには。なぜかって言ったら、案件一つ一つが本当に金を集めた後に、その、通りに使われたのかどうか、誰がどうやって検証するのかっていうところが抜け落ちてるからなんだよ。つまり、検証がないっておかしいじゃん。だけど、多分大丈夫だろうっていうことでみんな本投げてるわけだよね、お金を。だから僕はクラウドファンディングに関しては、ある意味、半分懐疑的ではあるわけだ。だけど、プロジェクト起案者としては、当然ながら何かしら形になって、それが手渡しできるっていう形、今回僕の本はまさにそうだけども、本という形をとって、なおかつ書店にも並ぶっていう出版社の流通も持っているので、明らかになるわけだよね。結果として、皆さんの集まったお金がこうやってあなたのお家にも届けられるけど、ちゃんと本屋さんにも置いてあるよねっていう状況を作れる担保がそもそもあるので、僕は信頼してくださいとしか言いようがないわけだけども、だけど、やっぱりそこにはもっと僕だけではなくて、いわゆる自己申告だけではなくて、なんて言うんだろう。ある種のこう応援メッセージが欲しいなと僕は思ったわけね。このプロジェクトに対して共感してくださる方に、このプロジェクトは信頼を受けますよっていう、そのオーソライズって言うんだけど、要するにそういうものをつける必要がある。ということで、一番最初はやっぱり20年前にも後書き書いてくれた、カウンセラーの信田紗友子さんが、一筆書いてくれたんですね。で、一筆書いてくれただけじゃなくて、まあいろいろツイッターとかフェイスブックでもね、シェアしてくれたりしてるんですね。物豚さん様々ですよ。で、次にですね、昨日ね、七井梢ちゃんっていうね、まあ、梢ちゃんって言ってね、僕は彼女がまだ女子大生の頃から知ってるからなんだけど、ね、ライターになりたいって言って僕のところメール来て、で、いろいろ紹介して宝島で仕事したりとか、まあ、いろいろやってたんだけど、で、今はもう劇作家、ライターになってるわけですわ。で、本もいくつか出してるっていう、ね、七井梢ちゃんに、彼女の家、まあ、彼女の僕親御さんとか兄弟とかも知ってるんだけども、非常にびっくりするぐらい、なんて言うんだろう。家族愛ってこういうものかって教えてくれるような、すごい温かい家族なんですよ、七井さんのところは。だけど、僕はそういう人ほど、むしろ児童虐待知ってほしいと思ったわけ。うん。で、七井梢っていう人は面白いなって僕は思ってたのが、ものすごく、わがままな女の子なんですよ。でも女の子って言っても、まあ今結婚してるけどね。でもその子が、そのわがままをちゃんと分かりつつ、相手に不快を与えない、あるいは与えてしまってるかもしれないっていう恐れもちゃんと踏まえてる。だからこそ彼女はわがままでありながら同時に自由なのだっていうことが分かるわけですよ。うん。まあ振り回される、まあ旦那さんも大変だなとか思うけどさ。でもまあ、七井梢は素敵だよって俺は思うわけですよ。うん、なので、彼女には別に虐待のなんか痛みがわからないからっていうことで、ドン引きされても困るんだよと。むしろ、君のようななんか子が書いた方がいいよっていうことで、よかったら応援メッセージよこしてって言ったら、本当に書いてくれたんだよね。うん。では、その七井さんの文章が、今回載ってます。今回というか、サイト上に載ってます。今も応援メッセージとして。でね、今の段階で、言えることっていう、他にも実は応援メッセージを送って、まあ、ちょっとずつ送ってるんで、いろんな方にね。で、OK ですよって言われたのが、発表ですって感じなんだけど、あのね、堀潤さんなんですよ。元 NHK アナウンサーの堀潤さんで、今、8ピットニュースっていうね、動画配信のニュースサイトもやってるけども、堀潤さんが、総フォローをもともとツイッターでしてたんだけれど、ダメ元でメッセージ送ってみたらね、こういうのを こういう本作るんだけども、応援メッセージくれませんかと。で、そしたら、いいよってことになって、今月25日
に、堀さんの事務所に行って、応援ビデオをちょっと撮影しに行ってきます。なんで、堀潤さんはまたこれから応援メッセージが出ます。出るはずです。で、もう一人、ちょっと前まで連載してたんだけど、スピリッツに、健康で文化的な最低限度の生活っていう、知ってる？生活保護の、当事者と、まあ、主人公たちはどっちかというと、福祉の職員の側が主人公だけれども、そういう話を、まあ、書いてた、人がいます。柏木春子さんっていう人ですね。うん、犬とか読んだ人は知ってるかもしれないけど。で、春子先生にやっぱりメールを送って、もともとやっぱりそれも相互フォローしてたんだけれども、一応ダメ元で送ってみたら、もうすぐにでも書くって言ってくれて、うわ、嬉しいと思って。で、これはまあ、おいおい、またサイト上にアップします。で、ちょっとこのあたりでタイムラインもう一回読みましょう。何？ピンクマさん、貧乏ですが、なんとか工面します。ツイッターの DM で缶バッジ通販受け付けてます。よろしく。はいはいはい。ああ、寄付してくれるのね。ありがとうね。どうもどうも。ムミラさん、70代くらいの親だと余計に辛いですよね。子供の頃には元気でハキハキしていたのがダメになるときは一気にダメになる。ああ、確かに。さくらさん、だってこういう具体的な経験ではなかなか知る機会ないですから、この本はそういう面を変える可能性を感じています。そういうことです、そういうことです。そうなんです。だから僕はわざとってのも変だけど、100人分乗せるっていうことで、一人二人の特殊な体験じゃないんだよ、児童虐待はって言いたいわけよ。100人乗ってますよっていうね。小野さん、こちらも、パートが決まって、生活設計はちゃんとできたので、後ほど事業名義でも発注します。あ、そう。本さんと死に関係あるし、ありがとうね。うん。それちょっと楽しみにしてます。ムーミラさん、ご電話ありがとうございます。菊池さん、こんばんは、視聴させていただきました。どうもどうもありがとうございます。長瀬さん、こんばんは、遅くなりました。いえいえ。はい、のこさん、初めて通知が来まして、こんばんは。ああ、そうなんだ。あ、どうもありがとうございます。ムーミラさん、そういえば、堀潤さんが本のことを話題にしていましたね。おおと思いました。あれだけの存在なら拡散力抜群ですね。そうそう、堀さんね、8万人以上フォロワーいるんだよね。僕が3万5、6千ってところか。うん。だからもう全然拡散力ありますよ、俺さんの方が。なんかね、もしかしたらだけど、もしかしてだけど、なんか MX でやってる、朝の番組のクロスで取り上げてくれるかもしれない、とは言ってた。うん。まあ、季節柄、どのタイミングかわかんないけど、5月5日の子供の日かもしれないけどさ。うん。そう、さくらさん、そう、被害者が声を上げることは大事なんですが、被害妄想とかいうバカがいるので、虐待を経験してない方の関心が必要だと思います。そうなんですよ。そうなの。だから、まあもちろん一番最初は信田先生はね、信田先生って言ってたら信田さん怒るんだけど、でも、やっぱほら、プロとしてさ、臨床心理士として毎日そういう案件を聞かされるわけですよ。で、そういう人はいわばエキスパート専門家だから知ってて当たり前なんだけど、逆に、ナナイコジャジャみたいにあったかい家庭で育った子が、こういう問題を知らない、わかんない、いらないって言われちゃうと、社会変わらないって思ったわけ。むしろコジャジャみたいな、もともとなんかギャルっぽい子なんだけど、ね、髪とかロール巻いたりして、ギャルっぽい子が、こういうことに対して自分なりに向き合うっていうことの方がすごい大事って思ってて、だからもう好きに書いていいっていうふうに言ったんだよね。応援メッセージつってもなんか、もうディスってくれてもいいぐらいっていうふうに書いたら、すごいいい文章を寄せてくれたよね。これなんて読むんだろうな。大トゲさん、ん？大差しさん？コカトリス愛好会会長さん、おまんこ、気さくな挨拶。お前、気さくすぎんだろ。ちょっと、どうかと思うよ。それ挨拶じゃねえし、しかも。ピンクマさん、ビデオは、うん。ムミラさん、知ってます？一応読んでみたいと思ってるもんです。これ多分、あれだね。ハルコさんのやつだね。健康で、文化的な最低限度の生活ね。バイさん、あの漫画読んでいて辛くなりました。だよね。俺ね、最初に、春子先生にメッセージ送った時って、あれはちょっと、職員側の方に寄りすぎてんじゃないかっていうツッコミを最初入れたんだよね。うん。ね
だからまあちょっとネタバレないからあえて言わないけど、やっぱり生活保護もらってて不正受給になってしまうとお金返さなきゃいけないとか当たり前に決まりとしてはあるの分かるけど、その事情もちゃんと描いてるけれども、職員の上司とかが意外となんていうのかな、これすごく現実を多分取材してるからそうなるんだろうけど、でも守らせるのだよみたいなさ、そういう落とし方でさ、って感じも、まあ、なくはないっていうね。だから本当はその先を描かなきゃいけないなって僕は思ってるわけ。つまり福祉の職員がある程度人数もっと増えないとさ、実際に生活保護が自立支援っていう部分の目的を持ってるのに、自立を支援することっていうのが福祉職員できてないじゃんって。ね。だから自立支援のための目的である生活保護なのに、支援する側の福祉職に支援スキルがなかったり支援リソースがなかったりするから、つまりお金がないからそうなるわけだけど、福祉に割り当てられる予算がついてないってことだから、これは言ってみれば地方自治体も国も、政治家たちがちゃんと福祉に対してどれだけ必要なのかってことには関心が薄いってことなんだよ、単純に言うと。でその根深い問題がスポイルされて現場だけの話になりかねないから、これやだなとは思って、でそういうツッコミしてたんだよね。花子さんは結構真摯にその辺聞いてくれて、そうですよねっていう話は、まあ、あってね、すごく難しいんだよねこれって、国の制度の問題と絡むから。タバスコさん、生活保護の場合漫画試し読みでちょっと見たことあります、そろそろ買おうかな。マンチにもあると思うし、まあぜひ買ってください。さくらさん、コンさん孤独ではないですよ、ありがとう。もうさくらさんのブログ見て俺は涙がちょちょぎれるよ、本当に。すごく分かってくれてるなって思うよ。なおなおジャパンのオーアーさん、金の卵ありがとうございます。さっきなんか銀の卵くれた人がいたな。次は多分金の卵になるんだろうね。小野さん、私も来週から教育の現場に出ますし、リバテ関係や、情報科界隈と密な連携を取るので、拡散元がこれ、では何か、リオキシグロ拡散のあの拡散になってると、拡散元を探します。未来さん、児童福祉職の一人として児童虐待の現実を見つめ続けていきたいと思っています。ありがたいですね。本当ね、児童福祉職は本当現場だから大変ですよね、本当ね。僕なんかも直接、だから、小学生とか今だとね、もうスマホ持ってるからメール来るわけですよ。大変なメールが。だから小学校なんだけど、なんていうの、ちょっと、児童相談所に入れられるような境遇で、児童相談所が一時保護されて、養護施設に入ったんだけど、まあ家出してきたとかさ、ね。あるいはその、なんか中学校に入ったら水商売やらせれるとかさ、親にね。だからいろんな、こう、直接そ、なんていうか、当事者の子供たちからメール来ちゃうんで、まあ、シャレになんないなと。で、やっぱり僕がね、この本で虐待の真実を明らかにしていくだけじゃなくて、結局ね、親権が強すぎるんだ、この国はって思うわけ。だから早く親権を弱める、早めに弱めるっていうことと、じゃあ親権者がいなくなった時どうするんだっていうことはあるけど、社会みんなで育てる仕組みを作る方がよっぽどいいし、ね、里親の資格要件をもっと緩くすることも実は大事なんだよと。だからすごくなんていうのかな、役人がよい子ちゃんに振る舞って間違わないようにってやると法律が山ほど生まれていくんだけど、法律が増えれば増えるほど、なんかギクシャクするというか、その生きづらい世の中になっていくんだよ、実は。だから、法律ではなくて、民間の仕組みとして何かできないかって常に僕は思うわけ。だって国の制度って一度決めたらそうそう変えてくれないからさ。だから僕政治ってもうこの時代に合ってるのかって話なわけよ。すごく切実な問題があって、自殺したりね、死んだりしかねないような、切実な深刻な状況があっても、政治は何もしてくれないよと。でも、後でちょっとそのに関するプロジェクトも、やろうかなと思ってるんだけども、話そうと思うんだけど。だから、民間でやれることをね、それぞれの自分の仕事の現場でね、自分には何ができるだろうかっていうふうに考えてくれたらありがたいなと思う。小野さん、拡散元な。そう。小野さん、実は来週からの学童クラブ運営母体が児童養護施設を運営してるんです。なるほどね。完全に児童虐待の最前線。確かに。手紙書かせたいな、その子たちに。児童虐
養護施設ってね、いろんな施設のカラーがあって、ものすごい刑務所みたいなさ、厳しいく厳しいく、なんかあの、本当なんていうの、家の外と近づけませんみたいなさ、ね、そのぐらいの厳しい厳しいっていう養護施設もあれば、ね、結構施設長が緩くて、まあ、もっとおおらかに行こうよっていうふうにやってる施設もあるぐらい、同じ養護施設とは思えないぐらいカラーが違うんだよ。一個一個。うん。だから、もう外のね、空気は吸わせないぐらいの養護施設もあるんだよ。他の、なんでかっていうと管理しやすいんだよ、その方が子供たちを。でもさ、子供って育ちの中でさ、例えば親の知らない彼氏ができたりとかさ、ね、先生からは眉をしかめられるようなヤンキーな友達ができたりとか、そういういろんな出会いの中で育っていくはずなのに、そういう出会いを制限してしまってるっていうのが児童養護の現場にあったりするんで怖いなって思うわけ。ね、純粋培養してったら自分の頭で物を考える人間ではなくなるよね。怖いよ、それは。考える力を奪う。それはもうある意味虐待過程よりもはるかに恐ろしいかもしれないわけでね。アラン・スミシーさん、こんばんは、どうもこんばんは。ムンムイラさん、子育て中のお母さん、お父さんに、ぜひこの本読んでほしい。毎日真ん中の形で拡散、します。できるペースで一緒に歩みます。ありがとうございます。まあ、ムンムイラさんがね、こう書いてくれるのすごく嬉しくて、っていうのはやっぱりね、LGBTS ね、性的マイノリティの人たちは、生まれもってそうであったときに、やっぱり親との文化的虐待が起こりやすいんだよ。というのはやっぱ親が自分たちヘテロセクシャルだから子供産んだのに、なんで同性愛者になっちゃうんだっていう戸惑いはあるだろうと。だけどだとしたらだよ。例えば片方にさ、その知的障害だったり身体障害で生まれた子もいるわけだ。で、この子たちはお母さんがやっぱりそれを見て、うちの子は手がないとか足がないとかっていうことで、やっぱり病院に行ったりして学ぼうとするでしょ。だけど LGBT の場合は認めたくないのか、なんていうかな、鼻からさ、ね、女は女らしくしなさいとか、ね、あるいは女の子なんだから男の子と付き合いなさいとかさ、そういう文化的虐待になりやすいんだよね、LGBT の場合は。だからこそ僕は文化的虐待って言葉必要なんだけど、今までなんで語られてこなかったんだろうっていう気になるわけですよ。だからこの本は文化的虐待も当然事例として拾い上げたいと思っています。さくらさんですよね。だから今週のツイートで感じた血縁を重んじる国日本大嫌いという記事書きました。あれすごい良かった、ブログ記事。皆さんも読んでほしいんで、さくらさんのこのなんだ、あと、BZHA かな。これリンクで飛ぶのかな。ああ、飛ばないのか。これチャンネルなのか。うん。そうそう、さくらさんのツイッターに飛ぶとブログが見れます。っていうかこれか、血縁を重んじる国日本大嫌いで検索すれば多分ブログ記事引っかかるんで、みんな見てください。すごい名文です。うん。未来さん、そうかと思えば福祉法は改正が繰り返されて現場は振り回されてます。その付け食らうの子供なんですけどね。その通りですよね。今回も改正したよね。でばっかみたいなことを公明党が突っ込んだんでもうね、またギクシャクするんだよ、里親に、こう、子供引き渡す時の、めんどくささとかさ、もうだからもう現場知らない人たちが、まあ官僚だよね。ね、みんなさ、官僚ってさ、例えば東大卒でさ、なんつうの？中央官庁に勤めるとさ、エリートで偉い人だと勘違いするけど、彼ら現場知らない、ただの世間知らずだからね。うん。ただの世間知らずを偉い人のように思うの、間違ってるから、はっきり言って。うん、ただの坊ちゃんだから、僕からすれば。うん、本当に物を知らないよ、彼ら、うん。びっくりするぐらい物を知らないよ。だから彼なんかさ、いわゆる政策のペーパー書いたりさ、でそれをさ、なんか都合よく理解してさ、政治家がさ、議会通しちゃったりしてさ、もうこの国おかしいよと。本当におかしいことになってるよと。でもおかしなことをやってても、彼らは彼らの、やっぱ、なんて言うんだろう。言ってみれば、なんだ、カルト宗教みたいなもんだからさ、官僚と政治家、国会議員のつながりなんて。うん。ほんとカルト宗教と変わんないからさ、わからないんだよ。ほんとに。はぁ、だからもう官僚とか見つけると、まあ、バカかって言うもの。お前はほんとはバカなんだよって、ほんとね、何度も言ってやるんだよ。はっきり言って。誰からも言われたことがないだろうから、言ってあげなきゃいけないんだよ、彼らには。君ら現場知らないじゃんと。ね、言ってますよ、視察でとか言ってる。
ったからって、それ何回行ったんだよって言ったらさ、こんな、ね、数えるほどしかないじゃん、みたいなさ。知ってるっていう意味は分かってない。トンさん、おそらく私の行くところはお花見行ったり、保育施設もやってるんで、類部類です。発達障害多いらしいです。のが、なるほどね。まあまあまあ、まあいろいろ潜入取材してみてください。ミラさん、ホスピタリズムは子供の、心を殺しかねません。社会の側に立つ支援は時代遅れだと思います。その通りだね。だから結局、例えば、児童養護にしてもさ、その、子供側に立ってるんじゃなくて、養護する職員の側に立ってるマネージメントなんて管理の仕組みなんだよね。ムーミラーさん、それについては、鋭意コラム執筆中です。3月は体調が振るわずコラム書くことすら難しかったので、今書いてます。あ、そうなんだ。だから、ムーミラーさんのね、ネットのコラムでね、だから LGBT の子供として生まれる時の文化的虐待の起こりやすさっていうのは、この後ちょっと要注目だね。坂田さん、今さんそう言ってたけなんて嬉しい。ありがとうございます。私のブログは虐待後遺症に負けないというタイトルです。着点で。あ、もう宣伝してもらっていいですよ。あのね、虐待後遺症に負けないびっくりマークで検索すると記事いっぱい出てくると思うんで、まあ見てください。まあ、一本だけじゃなくて、いくつも素晴らしい記事があるんで。すごい永瀬さんがいきなり桜さんのブログのファンになっちゃいましたって書いてあるよ。早いな。ムーミラさんも書いてあるよ。ブログはどんどん宣伝した方がいいです。誰かが何らかの縁で見てくれるかもしれませんよ。静香さん、虐待、主に文化的虐待と思いますの、の末、今のいい年まで、生保で体調、精神病は悪化し続けです。おっしゃることものすごくわかります。その通りすぎる。そう、これから文化的虐待って言葉を流行らせるよ。かつて僕はプチエデって言葉を流行らせたんだけどさ。ちょうど何年前、もう99年に家出マニュアル書いた時だから、もうそれこそあれじゃないか、18年ぐらい前か。に、もうプチエデって言葉を流行らせたんだが、当然流行ってるわ、すげえ流行ったのに、僕は代理店の人間ではないので、代理店の人間っていうのは商品を売るのが、広告で売るのがお仕事なので、なんていうの？いわゆる、なんつうんだっけ、年末にやってる、流行語大賞か。あれにはノミネートされてないんだよ。商品じゃないから。でもさ、プチエデって、もうどんなギャルでも使ってたよ。多分、ちゃんと、まともな、なんていうかな、流行語大賞やったら、俺多分1位だったはずなんだよ。なんてこと誰も言ってくんないから、俺は自分で言うよ。って。だってみんな知ってるでしょ、プチエデって言葉。本当に。ねえ。小野さん、そういえば今回スルーされた役所に虐待された案件、こちら。バズってる。ブログね。ブログのあれね。了解了解。あと、それ見た見た。桜さんのありがとうが続いて、ムミラさん。それと同時に今回大阪市が男性同士カップルの養子受けで発表を証明しましたので、それもとにもか。あ、それ、あれいいよね。あれすごいいいニュースだったと思う。大阪はね、府ではなくて、市のレベルでね、結構、なんていうかな、LGBT の、なんていうかな、多様性容認というよりむしろもっと積極的にみたいな感じで応援してくれてるんだよね、町が。だからその課があるからさ、LGBT の課がね、素晴らしいですよ。京都よりも東京よりも大阪素晴らしいですよ。ね。未来さん、子供に大人が、何かくあらねばならないと押し付けるのは歴史とした文化的虐待。そうだね。押し付けるところがそもそもあれなんだよね。文化的虐待に近づいていくよね。レイジは12位前侍さん、その頃高校生でした。でしょ？レイさん、そしたらそうだよね。プチエデとか言ってたでしょ？高校生の時に。でしょでしょ。脇出し一直線さん、プチエデそうなんですか、遅れまして、こんばんは。もう、いきなり帰ってきたね、こんばんは。長瀬さん、淀川区が長、すごくいいって聞いたことがあります。あ、そうそうそう、だから淀川区にあるんだよ、LGBT の、支援オフィスが。確か。小野さん、完全にする前にプチエデはしといた方がいい。いや、マジで、経験者だ。だそういうことをさ、1999年の段階で、
まあ、僕は言ってたわけだよね。だから、ポットでなんか子供守りたいとか最近始めたわけじゃないんだよ、全然。もう20年以上前から言ってるの。うん。で、だから家出は正当化したいということで、99年に家出マニュアル出して、完全合法で家出できる方法を全部載せたわけですよ。うん。で、プチ家出って言葉流行らせたから、今度の本ではやっぱり文化的虐待っていう言葉を流行らせたい。だいたい経済的虐待っていうのはさ、わかりやすいから、新聞も使って始めてるんだけど、やっぱ文化的虐待だろうなと思う。要するに自分たちの、なんて言うんだろう。古い価値観を押し付けるだけで、より若い世代は生きづらくなるんだよ。で、それを平気でやれる親権っていう国に担保されたさ、権力を家の中で振るわれてしまっては、そのこと自体がもう文化的虐待だよね。だって価値のぶつかり合いなんだもん、それって。桜さん、文化的虐待は精神的虐待、心理的虐待ともリンクしてますよね。虐待は複数の虐待が重なっているケースが多いです。あ、その通りです。だからね、みんなね、虐待っていうとイコール身体的虐待っていうことで、体に傷がつくような虐待が虐待だっていうふうに思い込んでるけど、それはテレビ的な報道が多いからだよね。テレビは傷を見せなきゃいけない、絵を見せなきゃいけないっていうさ、まあ同調圧力があるんだよ。ディレクターとかプロデューサーの間に。ね、彼らよい子ちゃんだからさ、虐待イコール、それを絵で見せたいとかって思うわけよ。でも心理的虐待絵で見せるの結構大変よって。それも、まあ役者が演じるならいいかもしれない。あと、ネグレクトも役者が演じるならまあ見せられる。うん。だけど、文化的虐待っていうのは役者が演じられないだろうなっていうのと、あと、経済的虐待っていうのはさ、お母さんが子供の金をさ、ね、なんていうかな、勝手に使うとかっていうのは、これはドラマで演じやすいよね。だから再現ドラマになりやすいんだよ。っていうものがテレビで報道されやすい虐待なんだけれども、現実にはその文化的虐待っていうものがあるんだよっていう話。例えばお父さんお母さんが、まあ、新興宗教にバリバリ入ってて、生まれた時から新興宗教のなんか、集会に連れて行かれた子供とかっていうのがさ、小学5年生、6年生ぐらいになってくるとさ、ね、周りとさ、浮いてくるわけ。なんでかって言ったら周りも気がつくわけよ、思春期になってくると。あいつのとこさ、あそこのなんとかの、なんかよくわかんない宗教のあれだぜ、お前のパパ見たぜ、とかさ、お前のママ見たぜ、つっていじめられたりさ、ね、で、自分の家の中の、いわゆる宗教的な教えとさ、学校の教えが乖離しちゃうからさ、だんだん友達作るのが難しくなってきて、で、大人になる頃には友達いないって、どうやって付き合ったらいいかわかんない、みたいなさ、ことになりかねない。これを作ったのは誰ですか？親だよね。だから、これは文化的虐待って言うんだよ。同じ意味で、お父さんが、例えば、バリバリ共産党で赤旗飲んでて、革命なんだとかっていうことで、口では言うけど、いつもは酒飲んで暴れてるだけだと。で、とにかく極端な極左であったり、あるいは極端な愛国であったりすると、もうそれは、子供がひね曲がるよね。うん。だからそれがまさに文化的虐待なわけ。うん、つまり学校とか一般社会で教わってる常識とはまるで違う別のものを注入するわけだから子供に。とても怖いことなんですよ。うん。野さん、文化的虐待については主治医は追ってきました。来年の今頃は常識になると予告してきましたよ。おーら、そうだね。1年経ったら、まあ、秋口に本出て半年ぐらい経つと、文化的虐待っていう言葉が、あやらとかに載るといいね。載せよう。本を出して、あやらとかさ、朝日新聞とかせめて理解示してほしいよ。で、学会を動かしたいよ。児童福祉学会とかさ、虐待防止学会とかさ、社会福祉の学会を。うん。今までなんで言わなかったのって。経済的虐待まではなんとなくしてきたけど、文化的虐待あるじゃんって。長瀬さん、あんなこと遊んじゃいけませんとか、父方の実家でお泊まりした時に祖母にそれをやられてショックだった。未だに祖母を恨んでる。震災で死んだけど涙すら出なかったな。ああ、そういうことだよね。文化的虐待って。要するに親自身が差別意識を持ってたりするんだよ。ね、あそこのうちは、なんていうの？被差別無因だからやめようとか、付き合うのやめなさいとかさ、あの子は頭悪いんだからヤンキーなんだから付き合うのやめなさいとかさ、ね。だからなんかさ、その親がそう言うとさ、例えばおもちゃの貸し借りとかしててもさ、あの子にあげたの？もう返してもらいなさいみたいなさ、なんか小さい頃だとさ、親に抵抗できないからさ、ごめんねっつって、それお母さんが返してくれって言うんだよっつってさ、ね、子供のは友達にプレゼントしたおもちゃをさ、わざわざさ、なんつうの、
また戻してもらえるためにお願いするために行ったことあるもん、現実。うん。だから子供が弱いのを逆手にとってさ、そういうことをやるのってどうなのって思うわけですよ。うん。さくらさん、文化的虐待についてブログで取り上げてみましたが、非公開コメントで、それまで虐待というのはいかがなものかみたいなのが来ました。公開でコメントしろと思いました。なるほどね。なるほどね。だから結局さ、子供がいかに弱い存在なのかっていうことがすっぽり抜けてる人たち多いよね。親権がいかに強すぎて、子供がいかに無力なのかっていうことが分かんないまま、親の肩を持つっていうのは強者の論理だよね。強い人に、ね、が正しくて、弱い人は常に幼稚なんだ、幼いんだ、みたいなさ、そういう眼差しを平気で向けてくるっていう、そのこと自体がもうこの国おかしいと思うんだよ。本当に守る必要があるのは子供側なのであって、なんで親の理屈を守るんだよ。バカじゃねえのって思うわけですよ。うん。ミツさん、文化的虐待を考えると子供の成長を担うものが親だけではリスクが高すぎますね。てかそもそもそうなの。つまり親が子供を育てるなんていうのは高度経済成長から始まった一時期の、あ、ものすごく理想的な経済環境に恵まれた一時期の幻想にしか過ぎない。あの子供っていうのは親が育てるんじゃなくて、親って労働者だから、おじいちゃんおばあちゃんとか地域社会の他の人とか社会で育てるのが子供なのに、親が子を育てるっていうことに、してしまってる今の考え方が大きく錯覚してるわけさ。だから、なんていうの、子供の成長を担うものが親だけではリスクが高すぎます。その通りなんです。それに気がつかせるためにも文化的虐待って言葉が必要なんだよね。ハイネコさん、塚本幼稚園の子供らは卒園後どうなるんでしょうな。だって普通の小学校にもし入ったらいじめられるんじゃない？お前、塚本の子だろ、塚本出身だろっていう風に、お前どこ幼稚園みたいな感じでいじめられるよね。だそこまで親は考えてないよね。だって小学校作る、愛国小学校作るっていうんで入れたんだから。うん。まあ、無責任だ。親っちゃ親だよ。無責任。親の方も。小野さん、親による文化的虐待を役所と警察に、認定させて、完全家出に成功したり、脈にいますからって道ありますもんね。うん、だからみんなさ、ね、まあ、未成年でも大人になってもね、家出はしていいんだよ、別に。家出するってこと自体が、自立するっていう、経済的にも精神的にも自立するっていうことなんだもん。ルネさん、金のタバコありがとうございます。金のタバコね、これいくつ貯まるといいことあるのかな。未来さん、今は学校で教えている常識ですが、それによって立って良いものかどうか危ういのに、家庭の常識も危ういとなれば、族ってどこまで続くんだ。ていうか、そもそも常識なんていうのはさ、常に更新されていくものだから。うん。ね。だから、常識的に考えるとって言ったときに、その常識、いつの常識かって考えなきゃいけないんだよね。うん。あと、学校で教える常識っていうのはさ、一つ、大きな問題があって、そもそも学校って文科省の下にあるわけ。私立の学校であっても。で、文科省っていうのは国の政府機関の一つだよ。政府の省庁の一つだよ。ということは、政府にとって都合のいい国民を育てる。つまりこれは国民統治の手段なわけ。政府が国民を統治するためのガバナンスの一つとして教育っていうものが位置づけられている。これはどこの国でも同じです。どこの国でも同じ。だからそれがいいか悪いかじゃなくて、そもそもそういうものです。つまり政府が国民を分かりやすく言うと、自分たちに都合のいい人に育ってほしい。そう思って作られたのが学校です。だから学校で教えてる常識はそもそも常識ではない。うん、し、教えてる先生方は残念だけど、ね、大学卒業して、また小学校や中学校や高校に来てるわけだから、この人たち学校と自分の家族しか世の中知らない人たちです。民間企業知らないわけ。で、彼らが進路指導してるなんて、肩払いたいよ。だって世の中知らないんだもん、教職者って。ね、民間企業で働いたことないんだもん。ね、百科事典みたいな売れないものをさ、一生懸命営業マンとなって売らなきゃいけなかったなんてこともないわけですよ。
ね、あの営業成績をさ、ね、なんか比較されて困ったなんてこともないわけですよ。うん、だからね、世間知らずの人材が学校に立ってて、ね、世の中はなんつってたら、お前世の中知らねえじゃんってみんなで大声で突っ込めばいいわけよ、先生に対して。ね。ナーネさん、コンテニー君ありがとうございます。ムーミナさん、私は家族に、家族にカムしてますが、あ、カムアウトね。うん、あの、テレビで LGBTS の話題が出ると若干否定的な意見をしたりする家族見てると辛いです。ああ、カムアウトされてるのに家族が理解がないってきついよね。うん、これがさ、こういう言い方したらなんだかなと思うけど、あえてちょっとニュートラルに語るけど、自分の子供が小さい頃に、例えば知的障害だって分かったと思ったら、お母さんとかやっぱりさ、自分を責めながら、どうしてこんな子産んでしまったろうって、自分のことを責めながら、それでもやっぱりこの子は日に日に育っていくから、知的障害のことを学ぼうってやっぱり思うわけだよ。で、どこにこの子を連れて行けば、まともな大人になるかしらとかさ、思うわけだよ。でも LGBTS の場合はそうならないんだよね。ね。私は認めたくないっていう、その一点張りでさ、話が終わっちゃうわけよ。交渉の余地がない。これよくあるんだよね。でもさ、人間関係っていうのは交渉の余地で成り立つわけ。お互いの間にワンクッション、交渉の余地というものがあるから、例えば悪いこと言っちゃったらごめんねとかさ、ね、あるいはすごいいいことしてくれたらありがとうねとかっていうふうに、交渉の余地があるからそこに信頼が生まれるわけよ。だけど、交渉の余地がないものの関係には信頼がないんだよ。交渉できないから。私は嫌いだからもうわからない、わからない、知らない、もういらないっていうふうになったら、それ交渉の余地ないじゃんね。うん、信頼関係築けないじゃんって話だからさ。長瀬さん、小5で1年生の男の子と児童館で知り合って遊んだんだけど、同じ年の子と遊びなさい、あんな小さい子と遊んじゃダメと言われたんですよね。アホな老害ばあさんだった。ああ。なるほどね。大体小5だったら1年生普通に遊ぶよね。児童館だったらね。なんだかね。未来さん。ちょく、もはや子供は虐待されざるを得ない環境にさらされてしまっている状態ですよね。今の日本って。あ、その通りです。その通りです。あまりにも普通に虐待されてるんで、問題視できないぐらいなんのよ。実は。そういうふうに考えた方がわかりやすいよね。つまり親が子供を虐待してしまってるから、身体的虐待だったらすぐバレちゃうけれど、心理的虐待とか文化的虐待とか経済的虐待とか、あるいはネグレクトとか、家の中で行われていて、体に外傷をつけない限りは発覚しないよ。家の中の密室で行われてるから。で、子育て不安に悩んでるお母さんは児童相談所とかいろんなこと電話するかもしれないが、自分が虐待してることは認めたくないんだよ。そう。自分を愛してると思ってるんだから。とんでもない勘違いあるわけだからさ。お、今ね、柏木春子先生からなんか、文章が届いたな。後でちょっと、後で多分、今夜中にはアップしたいと思います。びっくりした。もう今届きましたっていうのが届いた。静香さん、友人付き合いしてた人にされた扱いが文化的虐待だなと気づいて、ああ、親からもされたものとよくわかりました。うん。そう。だからね、僕らは家の中の人間関係、つまり親子関係のダメさを、家の外で晴らそうという自覚的に思わないとまずくて、でないと自分と親が、いわゆる支配関係だと、家の外でも支配関係を作りたがるんだよ。だから自分の関係のありようっていうのが支配関係なのか、対等な関係なのか、それとも無関係なのか、いろんな関係の内実っていう、関係のあり方っていうのを、検証した方がいいよね。ちゃんと見た方がいいよね。これって何か似てるなとかさ、これって自分が受けて嫌だった関係だな、付き合い方だなっていうふうにね。アナンスミシ1964さん、大人の都合に子供を合わせろって法律を作るバカな大人。ああ、そういうことですね。本当ですよ。あのね、あれなんだっけ、26世紀青年だっけ、20世紀青年のパロディみたいなタイトルになってるから、アメリカの映画でさ、町山智博さんが解説してて面白かったけど、確か26世紀青年だったから、要するにかなり遠い未来に、アメリカが、遠い未来に送られた現代の、バカがいるわけ。現代のバカな青年がいて、現代のバカな青年が26世紀にタイムマシンで送られちゃうわけよ。
で、そしたらその世界の、と、その未来のアメリカどうなってたかって言ったら、すんげえバカみたいなやつが周りにいっぱいいると。うん。で、なんていうかな。なんで、しかもマッチョで、なんかセクシーで、AV 男優が大統領になっていると。とんでもない映画、なんでそうなったかっていうとね。頭のね、要するに学力偏差値の高いやつが、ね、官僚になって政策を作っていたら、ね、あいつらね、ホワイトカラーは、要するに子供産まねえんだよと言って、まあ、貧しいやつほど子供産むんだよと。で、そういう風になっていったら、貧しいやつが子供産めば、貧しいやつが選挙権が多いわけだから、で、当然自分たちの、なんていうかな、大統領は、なんていうかな、マッチョで黒人でセクシーな AV 男優がいいってことになって、大統領がそうなってるっていう、とんでもない未来を描いたのが26世紀青年っていう、まあ、コメディですよ、もちろん。コメディなんだけど、そういうことになりかねないんだよ。つまり、ホワイトカラーで、高学歴で、子供を産まないって人たちが政策を考えると、少子化が一気に進むんだよ。彼らの中の少子化が進んで、社会全体では貧乏子だくさんっていうものが増えちゃうんだよ。とすると、社会はおかしくなって、ほんとバカばかりになっちゃうよっていうのが、だって国民の多くがバカになるわけだから、ね、もう戦争すらできないぐらいバカになるっていう、まあそういう感じですよ。うん。Y さん、昔は子供は労働力だから親が教育する概念は必ずしもなかったと思います。あ、そうそう、その通り。なかったんだよ、昔は。全然なかったの。うん。で、戦後、景気が良くなってから親が子供を育てる核家族っていうのが始まるんだから。核家族なんかなかったんだから、昔は。ねえ。あ、Y さん、お茶ありがとうございます。タバスコさん、金の卵、にゃんだろ、これ、いいことあるかな。わかんない。これ3個目だよ、この金の卵。この後何が起こるんだろう、金の卵の次にね。ナーネさん、血縁のない年下の子と遊ぶこと、自分にも相手にも良いことたくさんありますね。禁じる理由わかりません。ね。なんだかよくわかんないですよ。よくわかんないことを吹聴する人たちがいるんですよ。何にも考えたことないのに。小野さん、うちは性的虐待以外、全部食らってますからね。コンサに会ってなかったら、虐待の認識すらできなかったぞとする。わお。そうなんだよね。自分が虐待され続けてると、それが日常になっちゃうから、うちの子、家ってそれなりに普通なんじゃないのとか思っちゃうんだよね。びっくりするんだよ。だから、外から見ないと自分がどういう扱いを受けてるかってわかんないんだよね。虐待されてると。そう。小野さん、学校教育のおかしさとコンサのプロジェクトを絡めて書いたのがこちらのブログ。あ、はいはい。見ました、それも。みんなも見てね。これはね、URL を省略化できる、サービスがあるんで、載せられると思う。私、一直線さん、コンサのことは発言をハッとさせられ続けます。こんな気持ちは間違ってると、落ち込んでたことも建設的に解決するヒントの連続です。本買います。ありがとうございます。ぜひ、先払いで買ってください。本当にお願いします。静香さん、外国の友達と話してると日本から逃げろって言われまくる。ああ、そうそう、僕も言われまくる。もういいじゃんって言われまくる。外国にいる友達、僕も同じこと言われる。もういいじゃん、日本ダメなんだからもう、つって。確かにね、世界中から日本そう思われてんだよ。今、経済大国ね、3位とか言ってるけど、どんどん落ちるんだもん、この後。国力ダメになって。多分、五輪が終わったら、ね、2020年まで持ちこたえたとしても、その後10年、20年はかなり厳しいだろうね。そう。だから、海外行った方が楽なんだよ。だから金があって海外で住んで、自分だけ楽になろうと思えば、そうできるよ。でもまだ、あと20年はちょっと日本で俺は戦うよ。だから70ぐらいまで、うん、まだ今年52だからさ、あと20年頑張って、なんとかこの20年に若いやつ育てて、面白い世の中を作れるような人材を育ててから、自分の幸せを追いますよ。うん。やっぱりさ、俺らが何がいけなかったかって言ったら、俺ら大人がね、何がいけなかったかって言ったら、やっぱり より若い世代に対して、十分な手当てをしてこなかったってことだよね。彼らを生きづらくしてしまったっていう責任は取りたいよ、俺は。じいさんたちは取らないかもしれないけど、俺は取る。さくらさん、世間からの刷り込みって怖いでしょうね。日本は特に少数派を弾く傾向強いから、と変なことがまかり通り変な世の中です。いや、その通りです。変なものが続いて日常的になると変だと思わなくなるんだよね。ムーミラさん、私単体には最初はそのままでいいんだよと言ってくれましたが、結局本当の理解してないんだなと感じます。あ、これは LGBTS に対する理解の話だよね。
ピンクマさん、今は自分で自分に DV の再生をしないよう、行動をなぞらえないように意識的に頑張っています。かなり意識しないと自分で自分を DV してしまいます。うん、これね、すごい大事。自分で自分のことを考えるってことがすごい大事で、自分を客観的にやっぱり見ないと、ついつい自分っていうのは刷り込まれた考え方になっちゃうんだよ。怖いことなんだよ、それって。未来さん、社会自体も非虐待児たちがセルフ、ネグレクトでとどまって声を上げないだろうと思ってるところがあるような気がします。あ、その通りだね。だから、養護のが、いわゆる児童養護施設にいてもさ、ね、職員の人たちはね、親がね、いない自分たちによくしてくれたっていう人いっぱいいるんだけど、肌から聞くと、なんだかなっていう、ストックホルム症候群みたいだなとか思うよ。ストックホルム症候群わかんない人は、検索。水さん、交渉の余地、本当に最終的にうるさい出ていけと言ってくるような人とは信頼関係結べませんよね。そういうことなんだよね。脇田氏一直線さん、マッチョでセクシーな大統領。いや、そうなんだ。AV 男優ね。AV 男優が大統領になっちゃうというのが26世紀青年だっけ。そうなんだ。あと検索。あ、イデオグラシー。そうそう、アラン・スミス1943。そのとおり、イデオグラシー。イデオグラシーってバカな民主主義っていう意味だよね。そう、あれは楽しい映画でしたね。いや、もうほんとバカ映画。でも、怖いのは、このまま、いわゆるこう、高学歴エリート官僚を、野放しにしてると、ああいう社会がやってくるっていう、一つの、なんて言うんでしょうね。ダークファンタジーっていうか、なんていうの、ディストピア物語だよね。脇田氏一直線さん、戦争できないバカな世界ならバカ万歳です。いや、バカ万歳だけど、幸せかどうかって言われると、旗から見てて笑う分には幸せだけど、自分がその世界に生きてたら、とんでもなくなるよ。聞いて。いや、見てください、その26世紀青年を。アナンスビシ16さん、ゲータレードを農場に撒くから作物が育たない。そうなんだよ。酸化しちゃうからさ。そういうシーンが出てきましたよ。だから、バカは農作物すら作れなくなるからさ、貧困になるに決まってるじゃんね。だって学ばないんだもん。で、食べてるものもね、おかしなものばっかり言ったら、ジャンクフードしかないしさ。で、街には全部ゴミだらけだしさ、部屋の中も含めて。大体大統領が AV 男優って何なんだ、その その映画って思うけど、でもなりかねないなっていうふうに思わせるのがすごいところだよね。ポポンタさん、コンデリコンありがとうございます。水さん、核家族、そうなんだよ。密閉されたって空間で虐待されているって本当おぞましい。そうでしょ？本当ね、犬神家の一族なんですよ。そこから変わってないんでしょ、日本は実は。ポコタさん、ピックマンさん、アナニスビシーさん、コティリコンありがとうございます。ナーネさん、受験戦争や偏差値進行も各家族化の弊害ですね。ああ、そうね。時として親の見栄、世間体を子供に押し付けている。これも教育的、文化的虐待に感じます。そう。だから学力による分断を当然のように受け入れろっていうのが、文科省官僚の考えた社会設計なんだよね。だから、要するに、勉強できるやつは高所得になれる。できないやつはなれないんだけど、お前ら知らねえよっていうことですよ。勉強気がないやつは死んでしまえっていうのが文科省の考え方だから。ね。頑張れば東大行けるのよって言ったら、東大行けるだけの教育投資ができる家じゃないとダメじゃん。ね。あの、当たり前なのにさ、じゃあ貧乏人は死ねやっていうのが、受験偏差値っていうものなんですよ。簡単に言うと。ナーナさん、お茶ありがとうございます。ナバタさん、ポーラベアスタンプ、ありがとうございます。野さん、私もコンさんと一緒に戦います。それが親や社会への復讐だし、自分が幸せになる道だと信じてるから。まあまあ、親への復讐はいいんだけど、社会っていうよりも、既得権益だよね。簡単に言っちゃうと。既得権益への復讐っていうのが必要なんだよ。だってあいつらだけ美味しい目見てきたんだからっていうことだよね。つまり勉強ができて家が金持ちだと美味しい生活が送れますっていうのが今の社会の仕組みだから、それひっくり返そうぜと。勉強できなくても別の手段によって東大卒の平均年収っていうのは830万らしいから、10年働いたら830万ぐらいの楽々超えられるっていう、そういう仕組みの社会に変えましょうよ。ね。で、別にみんながみんな東大目指す必要ないし。
湧き出し一直線さん、26世紀少年見ます。大統領を目指すために AV 男優になるとか。いや、違う。別に大統領を目指すために AV 男優になったわけじゃなくて、AV 男優が、なんていうの、バカな国民たちから持ち上げられて大統領になっちゃうんだよ。うん。変なところに食いついてしまう。いや、変なところじゃないよ。これ、確信だから。その映画の。今日は重要な議題でした。いや、重要な議題ですよ。猫のしぐら、背骨、巨弱さん、コンディニクリーン、ありがとうございます。桜さん、私も小野さんと同じく、コンさんと一緒に戦います。私のブログは自分の経験を赤裸々に語ることで虐待のない世の中にするという気持ちです。でかいこと言ってるやつ、見てろよ。うん。すごい大事なことがあって、別に、より良い、より生きやすい社会を作るのに、力が必要だったり、金が必要だったり、じゃないんだよ。それは一時的に必要なこともあるかもしれないけど、それが重要なんじゃなくて、自分がいかに生きづらいのか、それが何に起因するのか、っていうことをちゃんと描くってことが大事で、つまり実感を持って、自分の人生の生きづらさが、自分で作ったものじゃない部分についてちゃんと話すってこと。例えば、親からすごくなんか蔑まれて、お前なんかできるわけない、できるわけない、できるわけないっていうふうに刷り込まれたら、それは自己評価の低い人間に育つよね、と。つまり、自分が別にそれを言ってくれって言われたわけじゃないよ。ね、お前のような豚はって SM の女王様みたいに言ってくれって頼んだわけでもないのに、親がお前なんかできるわけない。ね、お前なんかできるわけない。っていうふうに延々言うわけだよ。言ってんのに、その言ってる親がさ、私そんなこと言ったことないとかって平気で言うわけだよ。もうそんな親に育てられたら大変だろって話なわけ。そう。だから結局そういうことが自分ではね、どうしようもいかんともしがたい、ね、ものとして家庭環境にあったり、あるいは職場環境にすらあるかもしれないよね。上司の不当な命令があったりするじゃん。ね、あるいは、あ、だってもう、あれだよ。アフリカ行って帰ってきた自衛隊だってさ、ね、防衛大臣のさ、なんとかっておばちゃんがさ、ね、行けって言ったら行くけどさ、それは言われたら行くよ、命令だから。行ったけど、俺らさ、人を殺したこともないんだぜ、と。なのに、銃持たせられて何、前線に行けって、ばっかじゃねえの、あいつって思ってるわけよ。多分自衛隊員は、前線に行く人間は多分みんな思ってるよ。隊長なんかみんな思ってるよ。だけど、そういうことで、表に出さないようにっていう風に隠蔽されてるわけだよ。口封じだよ。もう気持ち悪くたらしょうがない。自衛隊は何命なんかいらないの？そんなことないよね。命を捨てても国を守りたいからこそ、ね、なんとかな、いるわけじゃん。なのにさ、あんなおばちゃんの、メガネのおばちゃんのためにさ、わざわざさ、なんか、撃ったこともない銃を持ってさ、撃ったことって人を撃ったこともないって意味で、人を撃ったこともない経験、未経験者がさ、わざわざ行かなきゃいけないんだぜ。バカじゃないのと思うよ、俺。日本は戦後70年間以上戦争してこなかったから、ね、自衛隊は一発も、ね、自衛隊員は人、ね、ただの一人もさ、戦争で人殺してないんだよ。この70年間、他の国は違うよ。他の国は戦争ボツボツしてたじゃん。ベトナム戦争、朝鮮戦争とかいろんな戦争ね、行って、バンバン銃撃ちまくってたよ。だから人を殺したことがない軍隊は日本だけだよ。そんな人が人に銃を向けて本当に引き金引けるのかって話だよ。引き金引いたら今の、なんていうかな、国内法では殺人罪だよ。殺人者扱いだよ。立件されて。なのになんで前線に立たせんの？もう稲田さんっていう人は、はっきり言って頭おかしいと思う。自分がその身になったら嫌だなと思うことを平気で命じられるんだから。で、なんでそれができんの？稲田さんの生い立ちも気になりますよね。僕なんか見ると。自分が行ったら嫌なところに人を行かせるのが簡単に行かせるって、それ何？って思うよ、俺は。アランスミシー19643、国立大学の授業料があの金額って頭おかしいよね。そうそう、僕らの時代から考えると確かにおかしいんだよね。ものすごい上がりすぎちゃってるよね。カンタツさん、こんばんは。自分は近代に入った時に親から、あ、近代ね。親から4年で司法試験に受からないといけないと言われたけど、これも虐待。虐待というのは、ガンタさんがそれをどう受け止めたかにもよるけれども、まず4年で司法試験入るのって、かなりの確率だよね。それこそなんか仕事もしないで、ものすごいなんていうの、集中してやるならば話は別だけど、4年って結構大変だよ。で、仕事もやらなくていい。
私が食わせてやるから4年間で、受かれって言うならまだわかるよね。だから状況によるよね、それ。それを、そのこと自体が虐待かって言われることよりも、親がどこまで自分の言葉に責任持って物を言ってるかだよね。ムーミラさん、私はコンさんや皆さんと共に歩みます。それには虐待の背景と共に生まれた権力に対して、それは間違ってる、伝えたいです。うん、そうなんですよ。だから安倍総理なんかまさにそうだねって僕はブログで書いてるわけだけど、本当に安倍さんは、完全に虐待されてるんだよ、あれは。だけどそんなことを外から見えないから客観的なことしかね、自助伝、自助伝って言っても他の人が書いてるけど、他の人が書いてる自助伝見ても、安倍さん自身は本当に虐待されたことにも気がついてないだろうし、わからない、外からわからないことがいっぱいあったと思うよ。猫マシクラアットセボーネ巨弱さん、最近金持ち父さん読んでるんですが、学校で行われることは教育ではなく訓練だったってことにハッとしました。常識って都合よく作られたものですよね。その通りです。ちなみに金持ち父さんの、なんだっけ、著者がいるじゃん。で、アメリカで、検証番組があって、なんだっけ、ロバート清崎だっけ、が、投資で本当にも、金儲かるのかって言ったら儲かるって言うからやらせてみたら全然儲かんなくて、金持ち父さんが嘘だったっていうことで、もう何もう10年以上前に、金持ち父さんが完全に否定されたんだよね。で、あの本の良かったことは、まさに今猫真っ白さんが書いたのと同じように、学校で教えてることっていうのは生きるための教育じゃないってことなんだよ。で、やっぱり、なんていうのかな、その真面目に労働しましょうみたいなことしか言わないのはおかしいんだよ、僕からすると。かといってネットビジネスやりましょうっていうのも頭おかしいと思うけど、かといって投資で何とかしましょうっていうのも頭おかしいわけよ。うん。だから出発点は間違ってないのに、手段が間違えちゃったのが金持ち父さんなんだよ。小野さん、親の虐待のもと、引率にと私が病気貧困ワープラを経て、ようやく今自立しました。それを物語としてつなぎたい。うん。経験者っていうものは、苦しんだ経験はちゃんとお金に変えましょうって僕はよく言うんだよね。そこから生き延びた苦しさがあったら、生き延びたことは価値だから。うん。それはいろんなことを、例えば原稿に書いてもいいし、講演してもいいし、あるいは人に教えるセミナーでやってもいいし、もういろいろだから、自分が苦しんできたことを生き延びたってことは価値なんだってことを自覚した方がいいと思う。未来さん、社会が言う、社会が言う困った子は、実は困ってる子なんだ。というのが真実だということは訴え続けたいです。あ、はいはいはい。要するに一方的にね、要するに社会がっていうか、まあ学校の先生とか、教育者とか、あるいはよい子ちゃんの、新聞記者が言う、例えば、あんた引きこもってるのね、ね、困った子よねっていうふうに、引きこもりをネガティブに例えば語るシーンがあるよね。だけどそれは本人が困っているんだっていうことを踏まえないといけないよねと、そういうことを未来さんは多分言ってると思うんだけど、でもそういうことなのよ。一方的なブランディングっていうのがあるわけ。印象操作っていうかさ、ね、引きこもりがいたらそれは引きこもりしてるやつが問題なんだっていうふうに勝手にもう外から論理をつけるじゃない、文脈を作っちゃうじゃん。ね、引きこもってる当事者の声を聞く前にそんなことやるのってバカだよね。でもそういうバカなことやりがちなんだよ。新聞記者もさ、テレビの人たちも。ナーネさん、稲田さんも、極刑宗教団体の家庭育ちだそうなので、文化的虐待の被害者に思えてきました。ああ、なるほどね。まあ、ありがちだよね。ガンダさん、そうですよね。自分は寝たかと思いました。東大ならまだしも近代ですもんね。いや、俺別に大学のブランドはあんま関係ないと思うけど、東大卒ですら4年で司法試験って結構大変な壁だと思うよ。うん。そう。脇出し一直線さん、自衛官になれない年、27歳以上は戦争するとか、ほざくな、黙ってろと思います。血の気の多い一部の若者が燃えたきるなら、それを抑える大人が望ましいかと。うん。ちなみに、ロバート清崎はダキアです。だよね。っていうか、詐欺師だからさ、ロバート清崎。未だに信用してる人が日本では多いけど、アメリカ人はみんなどっちだけって感じだよね。うん。
大体さ、自衛官になれない年は、まあ、27歳以上なんだけど、いざ戦争が始まってみたら、40歳以下しか戦地に送られないんだよ。だから僕なんかは送られないんだよ。うん。だからさ、稲田さんみたいにさ、ね、自分はおばちゃんだから戦地に行く機会、女だから特にないだろうけどさ、戦地に行ってさ、ね、卵をさ、弾で死ぬのはさ、稲田のおばちゃんじゃなくてさ、若い兵士なんだよ。もう分かってないよね。だから簡単に派遣しちゃうんだよ、海外派遣とか。何言ってんのって話だよね。水さん、もう被害者だからって加害者になっちゃダメ。稲田も安倍も、それはもう加害者。そうなのよ。だから自分が加害者であることに無自覚だと、人を平気で、加害してしまうんだよ。それが怖いことだよね。しかも権力者だよ。権力ってことは国全体に関わるんだよ。とんでもない人を総理にしてしまいましたってことなんだよ、僕らは。うん。ガンタツさん、虐待は次第送りに再生産さ、され次第か。次第送りに再生産され社会を傷つけているのですね。あ、そういうことです、そういうことです。そうなの、そう。それが分かってないと、すごく個人的な、ある特殊な家庭の問題だっていうふうに誤解されやすいんだよね。ほんとそれ困ると思う。アランスビシー19643、そういえばアメリカの高校の新聞で高校生記者の調査取材で自分の学校の校長の学歴詐称を暴いたという日本の新聞記者に見習ってほしい事例が最近ありましたね。結構さ、学歴詐称を私立だと特にしてたりするんでね。ね、籠池さんもそうらしいけどさ。うん。だからもっともっとさ、なんつうの、後ろ暗いとこないんだったら、教職員に対してさ、その新聞部とかのさ、高校生がさ、どん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 、なんていうの、真実をこう、ね、掘り当てたったら面白いよね。この先生は昔、陰行で捕まったことがあるとかさ、新聞スクープ、社会科の先生が、みたいなさ、それあっていいはずだよ、別に。高校生もジャーナリズムやっていいわけだから。ね、校長先生が、駅前のピンサロで女子高生と、とかね、ね、フライデーみたいに写真撮ってきたら面白いのにね。だから高校生は無力じゃないから、はっきり言って。てか無力じゃないことを教えなきゃいけないんだよ、大人が本当は。あれ？あれれれれ。あれれれれ。よいしょ。まあいいや、あと30分ちょっと、タバコなしで喋ろう、たまには。未来さん。例えば、遠行に走る子も良くないと思いながら、それ以外の手段もあるんだということを知らないで困っているかもですよね。あ、その通りです。その通りです。だから僕よく言います。遠行してる男の子もいます。遠行はね。いるんですよ。女の子だけじゃないんで。のんけっていうか、全くだから童貞なのに、おじさんに買われたりとかあるんですよ、そういうシーンが。だから男の子も女の子も遠行はしているんだけど、僕は別にそれやめたくないなら別にやめなきゃいいだけの話だけど、なんで遠行してるのって言ったら、他にそのなんだ収入手段がないから生きるためにやってるっていうんだったら、じゃあ他にこういうのあるけど やってみるっていうふうに一応サジェッションはします。選択肢がないと思うからそれをやってしまうんで、選択肢があるのにそれをやってるんだったら別に止めません僕は。だって他、もっと逆に言うとさ、楽に稼げて、自分の価値をちゃんと正当に売る手段ってあるわけ。体を売らなくても。だから、それでも体を売りたい人なら、どうぞ、売ってくださいって話だけど。で、そういうことを教えてくれないでしょ、学校が。生きるための知恵っていうのを教えてくれないでしょ。だから、学校っていうのは基本的に、さっき言ったように、文科省が自国の民を統治するために必要な、いわば統治の手段として、教育とか学校っていうのはあるのであって、国民のためにあるんじゃないんだってことを理解しなきゃいけないんだよね、僕らは。さくらさん、あなたのしてることは親への恨みが根底にあるからただの仕返しですと指摘されることがあるんですが、そうかな、私は事実を述べているだけのつもりなのですが、ずっとこういう圧がある。あ、別にけど仕返しだと思うんだったら、そうです、仕返しですが、仕返ししちゃいけませんのって聞けばいいんじゃない？ね、仕返ししたらいけないの？だってされて嫌なことされたら仕返ししたくなるわ。今だってあなたは何をされても黙っているの？って。あなたには自尊心がないのね。私には自尊心があるから、やられたらやり返したりしますよ。う
私はそういう生き方ですっていいんじゃないかな。うん、だから別にただの仕返しの何が悪いか僕にはさっぱりわからないよね。うん、仕返ししなきゃダメですよ、簡単に言うと。だって自分の心や体、プライドは自分しか守れないからだよね、最終的には。うん、自分を守らない人が他人を守れますか、他人を愛せますかって思うよ。小野さん、最近ブログに感想メール送られてきてるんですが、反論には明確な論点返してます。みんなそれで黙りますね。あれ、なるほどね。カンタさん、虐待経験をカジュアルに語れるのは良いことですね。ただ、増幅された偽の記憶というものもあると脳科学者が言ってた。偽の記憶がないとは言わないけれど、嫌だなって思った記憶、感情は本物だと僕は思うよ。細かいディティールは、人生の記憶を作ってしまう可能性があるけれども、嫌だなと思ったこと、されて嫌だったなっていう印象っていうか気持ちは多分本物だと思うな。プーさん、コンテリコイン2枚ありがとうございます。アラン・スミス1964さん、高校生記者が自分の学校の校長を辞めさせた話。これは何？沖縄タイムス、沖縄タイムスか。すごいな。沖縄タイムスって、アメリカの女子高生の話まで書くんだ。新校長の、経歴追及、辞任辞退だ、辞任辞退、あ、就任辞退させるか。カンザス州、ピッツバーグ高校。おー、田舎だ。超田舎の高校生がこんなことやってんだ。日本もなんか岐阜県あたりとか島根県あたりでこういうのやったら面白いな。うん。だから、こういう高校生が本当に面白い高校生よ。うん。別に起業家になるだけは道じゃないよ。やっぱり、16、7くらいでジャーナリズムの本質を分かってるやつがいるんだよね。プーさん、こんばんは、お邪魔します。はい、どうもどうも。うん。まあ、でも、あとね、8分半くらいか。あ、でも、あ、そう、違うのか。で、俺、タバコ買ってきたいな。タバコ切れると、ほんとなんか、眠くなってしまうんだよな。桜さん、私を殺しかけた親を私が殺そうとしたら仕返しだと思います。でも私は事実を述べているだけで仕返しのつもりないんですよ。親とは無関係なので。うん。うん、なるほどね。そうそう、事実を述べているだけで仕返しって思われたら、それは嫌だよね。確かに。うん。だから事実は事実として、ちゃんと、なんていうかな、整理しておくってのはすごい大事。かな。うん。みずさん、タバコ休憩させてくれるんなら90分で一度、これ今82分14秒になってるけど、10分ぐらいちょっと休ませてもらうとありがたいな。タバスコさん、乗ってる時にタバコ切れるときついですよね。そうそう、俺の場合眠くなるんだよ。俺基本的にさ、仕事やってる時はトラックの深夜に運転してるトラック運転手の気持ちだから、もう本当に、睡眠時間削ってもいろいろやらなきゃいけない作業が山積みなのでね。うん。小野さん、シェアハウスに来てからミニマトアロマを変え、紅茶のブランドも買いました。それで自分が癒されてる。ああ、いいね。そういうことですよ。自分に投資していいんだっていうことだよね。自分のことをもっと愛してあげていいんだっていうふうに、こう、思えると、いいよね。あ、一個あったぞ。タバコは出てきたぞ。まあいいや、夜中にまた買いに行こう。うん。よいしょと。よいしょ。うん。おお、そうだよ。さくらさん、泣き寝入りなんかね、しなくていいんだ。そう、嫌なものは嫌ですって表明するだけで何が悪いんだろうね。だから世の中には幸せな人たちがいてさ、虐待されてもさ、ニコニコしてる人たちがいて、もう頭がどっかネジがなんか 2,3 本外れちゃったのかもしれないけど、本当は傍から見ると完全に虐待されているのに、本人の中ではニコニコしてて、虐待なんかうちにはないとかって人もいるわけですよ。だからもう、これは虐待、ね、親は愛するものだ、ね、何があっても愛するものだ、みたいに思ってる人は、もうちょっと、なんだろうな、
多分言葉が通じないので、まあ残念だなとしか言わないよね。親をあまりにも神聖視しすぎだよって思うよね。うん。桜さん、多分そういう圧力が虐待の二次被害だと思うんです。そういうことですね。そういうことです。だからね、それでも親じゃないのとかさ、バッカじゃねえのっていうふうに思わなきゃいけないわけですよ。うん。だからもうね、いわゆる世間からの同調圧力がね、セカンドレイプになってしまうので、僕ら世間の一人でもあるわけだからね、誰も彼もさ、だから自分が知らないんだったらせめてね、よくわかんないからさ、ね、話聞かせてぐらいは言えばいいのに、知りもしないのにそれでもやっぱり親は大事とか言ってるんだら、もう原理主義者だよねそれって。うん。だから原理主義者は理屈が通らないし、人の話も聞かないし、交渉の余地なんか鼻からないからさ、もうだからなんていうの、ただの寂しい、人たちなので、うん、自分のことを分かってとは言っても、相手のことを分かりたいとは思わないんだよね、権利主義者はね。うん。プーさん、思想統制って虐待に入りますか？いや、当然でしょう。うん。当然、そう、心理的虐待だよね、思想統制って。うん。小野さん、まだ夜中にフラッシュバックを起こします。でも今なら命を絶たずに生きていける自信あります。そうなんだよ。知らない人は知らないけど、小野さんはつい先週だね、シェアハウスに入って、いや1週間なんだよね、まだ。それまでずっとだから実家にいたんだよね。プーさん、後期国家の時に、不規律不正書をさせるとか、まあどっちも同じだよね。規律させたり清書させたりするのも、要するにさせるとかさせないとかって誰かに強いられること自体がおかしいんですよ。するもしないもこっちで決めさせてくれだよね。うん。そこなんだよね。結局自己決定ができないってことは不自由ってことであり、隷属関係で支配関係だってことだよ。ピンクマさん、他人の土俵に乗るのは嫌いです。そんな暇あったら寝るわ。相撲取りは食って寝るのが体作る。それが仕事。そうだそうだ。相撲取り。そらそうだ。脇差し一直線。虐待、脇差し一直線参加。虐待のケースの一部だけでショックです。適切な言葉は出てきませんが、本が広まってほしいです。しかしはいけないは嘘だと思いますが、本当に終わった時には一時的な安心になることはあると思います。うん。ガンタスさん、自分の知ってるゴルフ場のオーナーのお嬢さん、親に反抗するため、ジーンズを生まれて初めて履いたそう。院に入ってってこれは何、少年院に入ってって意味、それとも大学院に入ってって意味まあどっちでもいいけど、親に反抗するためにジーンズを生まれて初めて履いたって、みたいな、うん、すごいなぁ。っていうか、何とも言えないささやかな反抗で、どれだけ親が支配的かがわかるよね、むしろ。うん。プーさん、その他、解放教育の強制や、大会参加、デモ参加を強制されて、当時はそれが当たり前だったけど、今になっては悔しくて仕方ないんですよ。あ、これはね、文化的虐待ですね、まさにね。まあ、心理的虐待でもあるけど、まあ、基本文化的虐待ですね。要するにね、極端な愛国思想だったり、あるいは極端な極左みたいな、ものだったり、あるいは新興宗教のカルト宗教の教会に行かされることだったり、とにかく親が強制的に何かやらされて、それに対して子供がもう嫌で嫌で性的に嫌がってんのに、もうとにかく無理やり連れてくぜみたいな、これ完全な文化的虐待なんだよ。うん。でも文化的虐待って言葉がないから、いや私はあなたをね、引っ張られたりしてないでしょ、私は虐待してないって親は居直るんだよ。だから、お前違うよって言ってあげたいから、これは文化的虐待って言葉は必要だなって思ってるわけ。猫まっしぐらさん、私がスカート履いたのも一種の反抗だったのか。ああ、それがらしさの強制に対する反抗かもね。うん。だから、らしさを強要してくるよ、親も世間も。うん。でも、世間に対して、子供と一緒に戦ってくれない親はダメですね。世間があるんだからね、あなたがこう世間の言う通りにしなさいって言ってる親はもうその自体が文化的虐待だからさ。ね。
世間が何を言おうと、私は私の子供を守るっていうんじゃなかったら親じゃないもんだって。小野さん、私は仕事関係でオフィスカジュアル多かったけど、最近はジーンズ、来週からはジャージが仕事着、服装差別上等だ。なんかジーンズネタに寄ってますな、なんか。なんかジーンズみんな履いてるからかな。プーさん、親も地域の教師もグルになって操り人形にされて親や故郷を捨てようと思ってるんです。じゃあもう完全に捨てた方がいいよ、その地域。どこの地域にお住まいか分かんないけど、なるべく遠くにお住まいになられた方がよろしくてよと、まあ、国外でもいいですよね、それこそ。だいたい自分の地域の狭い常識を刷り込まれたらめんどくさいよ。そんな小さな世界で生きる必要ないよ。生きてんだから。ね、世界飛び回ってもいいわけだよ。長瀬さん、私は職場で毎日ジーンズ。なるほどね、なんかみんなジーンズに乗ってるぞ、話が。あ、そうだそうだ。もう一つちょっと発表というかね、今考えてることがあるんで、ちょっとそれを言おうかなとか思うんだけど、何、小野さん、昨日新しいジーンズ買ったんですけど、太ももがなかなか入らないけど、どうやらサバイバル生活で、ももに筋肉が、って。いや、違うんだよ。きっと、家を出て、ストレスから解放されたんで、もうご飯が美味しくてしょうがないんだよ、きっと。で、パンパンになっちゃったんだよ、きっと。アナウンス部室1964さん、とりあえず外国に行ってみましょう。あ、そうね、そうね。外国に行くだけでかなり日本が行きづらいことに気がつかされるよ。本当に。だからね、どこでもいいよ。韓国でも、台湾でも。ね、今なんかアメリカ行くのも安いから、行ってみたらいいと思うよ。ね。10万くらいあればな、1週間くらい普通にいられるべ。うん。で、ね、今ちょっと考えたこと何かっていうと、あと30分でちょっと話そうと思うんだけど、何？小野さん太ってません。ウエストが減ったから。あ、ごめんごめん。それは私が悪かった。さくらさん、何、先週のキャスでも言いましたが、私は親を捨てた。その次に捨てるのが職場と地元です。やったー、さくらさん待ってるよ。でね、何を話すかっていうとね、その、新編日本一親への手紙の、今、買ってもらってるじゃん。一冊2000円送料税込みで。ね。で、これをね、法人単位で増やしたいなと思ってて、で、企業の経営者さんとかにももちろんお願いしに回るけれども、一番気になってるのは、やっぱり国会議員がどの程度この本買うかっていうことが気になるわけよ。つまり、僕らが一生懸命本作ってもさ、国会議員がさ、議会でさ、どれだけ児童虐待が深刻なのかを知らないで議会に諮らなかったら、いつまでもこの問題って続くじゃん。だから、国会議員がどの程度この本買ってくれるかは非常な、この後の、なんていうの？いわゆる虐待をやめられるか減らせるかっていうシーンにおいて、すごい大事なことなんだよね。なので、国会議員ってことは、当然政党に、まあ無所属もいるけど、政党がメインだから、どの政党が何冊買ってくれるか、っていう社会実験をやろうかなと思ってんの。だって今ほら、今すぐ買えるわけじゃん、ネットで。だからその、例えば、なんだ、民進党でも別に社民党でもどこでもいいんだ。全部すべての党に、なんていうの、郵便で、この、ね、メール、この URL から本が買えますよっていうのを、ね、党首の名前で出して、で、党首の人たちが、党内の議員さんなり、あるいは党員も含めて、何冊欲しいって一括購入してくださいと。ただ、民進党だったら何冊買ってくれた。自民党だったら何冊買ってくれたって、全部、なんていうかな、ブログで発表しようかなと思ってるわけ。だから、その辺を、だから、どの程度政治家さんたちが、ね、目先のさ、ね、大人たちのね、都合でいろいろ今議論してるけど、籠池がどうのとか。そうじゃなくて、あんたたち児童虐待に全く今まで予算ついて、対策予算取ってこなかったじゃんと。おかげでどうなったって言ったら、年間で10万件以上の虐待相談があるんだよ。全国の児童相談所にと。しかもこれは25年間で100倍以上になってるんだよと。何ですかこれ。完全に子供は蚊帳の外だったわけじゃん。この25年間。虐待が増えるばかりで。この期間に増えたのって、安倍政権による軍事費だけだよ。まあ医療福祉とか、まあ、全部合わせれば多少増えてはいるけど、軍事費がまず目に見える形で増えて、虐待対策予算はほぼ増えてない。
虐待の件数が増えてるのに対策予算が取られてないって何これ。子供はね、選挙権じゃ持ってないから無視していいよ、優先課題じゃないよ、そういうことだよ。なんだこれ。だから俺もう、あの、なんていうかな、政党にそれぞれ封筒にお願いを書いて、で一斉に送って、何日までに何々政党はいくら、あの、何冊買いましたっていうのをさ、あのブログで発表したいと思いますってちゃんと書いて、ただどの程度買ってくれるかなと。うん、それをね、ちょっと社会実験みたいな形で発表したいと思います。ね、彼らもちょっと自意識を揺さぶられなきゃダメなんで、まあ、名付けて、こう、2000円から、たった2000円から始まる、あの、革命っていうブログを、ちょっと、あの、何日か後に書きますから。うん。それで政党だと、何政党がよ、あの、一番買ってくれたとかさ。もしくは、その、政党だけじゃないんだ。例えば、私たちは子供のために、なんていうかな、あの、なんていうかな、より良い、なんか、受験教育を提供します。なんて言ってる、例えば受験サプリとかさ、あるいは真剣ゼミとかさ、ね、いろんな教育産業があるわけだけど、その人たちにも一応送ってみようかなと。で、どこの教育産業が一番、あの、社員に対して児童虐待とかに関心を持ってるかっていうのを、やっぱり確認したいよね。ね、口では子供大事ですとは平気で言えるよ。だけど実際には虐待は知りたくないです、になる可能性だってあるわけだよね。うん、だからどの程度彼らが、あの、やってくれるのか、うん、あの、ちょっと気になるから、ちょっとそれはブログで発表してみようかなと。それで、とにかく競わせたいよ。何を競わせるかって言ったら、虐待に対する関心はうちは他よりも高いんだっていうことを競わせたいよ。うん。ということで、まあ、そのプロジェクトは来週以降やるとして、タイムライン読みましょう。未来さん、発達障害の当事者の方がアメリカに行ったらかなり行きやすくなったと話していたのを思い出しました。うん。まあ、アメリカでなくても、日本を離れただけで楽になる人は発達障害以外にもいっぱいいますね。障害者も含めてみんなそうかもしれないね。行きづらい人はみんな、とりあえず海外に一旦は出てみよう。一週間でもいいから。猫ましぐさん、面白そう。これ多分政党に別に買ってもらう、何冊買ってもらうかってプロジェクトのことかな。ガンタツさん、先ほどのお嬢さん、お母さんが京都の芸妓の出身で、お父さんに、落石された。異常なほどに、身だしなみに口うるさいそう。ああ、ジーンズの人ね。ああ、なるほどね。まあ、京都はね、虐待があってもね、親子も子供もね、隠さざるを得ない。なぜかって言ったら狭いので、京都の街っていうのは。だからすぐそういうこと言うと、誰かに発見されやすいので、相互監視状態なんだよ、京都の街っていうのは。だから例えばリストカットなんてやろうものなら、もうものすごい噂になっちゃうから、リストカットのイベントですってぶち上げたら、お客がほとんど入らないんだよ。ってこと一回やったことあるからわかるんだけど。京都の生きづらさはマックスだよね。ある意味、他の街とは意味が違うっていう。あの、すごいけど、その、ちょっとテイストが違うんだ。あの、他の田舎町とは違うんだよ。京都はやっぱり京都ならではの閉鎖的な、あの、苦しくても辛くても、コートの中では平気なのって平気じゃねえよって思うんだけど、京都の中では平気でなくても耐えなきゃいけないっていうことだよね。うん。ピンクマさん、発達障害者の言語やは、英語圏の文法じゃないかと思ってるんだが、エビデンスあるのでしょうか？英語圏行きやすいかもしれない。ああ、そうなんだ。でもそういうアプローチも面白いよね。うん。小野さん、議員は気になってます。公務員辞めたし、政治的に身軽になったので、あちこちの政党の講演会に潜ろうかと思ってます。なるほど。面白い。プーさん、子供の貧困という弱者を見捨てますね、あの政権は。いや、完全に見捨ててるよ。本当に。静香さん、ね、なるほど。なるほどってなんだ、何がなるほどなんだかよくわかんないけど。みゆさん、県や市の議員さんたちに読んでもらいたい。障害児福祉予算の割り振りやサービス内容を考える人たちだから。ああ、確かにね、自治体のね、議員さんもね、読んでほしいよね。うん。脇田市一直線さん、山本太郎さんに読んでもらいたいです、個人的に。ああ、彼が児童虐待に関心があるならば、応援メッセージを書かせてくれっていうふうにこっちに送ってきてもいいぐらいだと思うよ。うん。ピンクマさん、社会実験いいですね。楽しみだな。うん、僕も楽しみです。こういう活動ってさ、しんみりしがちだからさ、なるべくポップな、楽しくやりたいってのはあるわけ。なるべく。うん。
楽しいゲームみたいな感じでみんなが、あ、面白そうなことやってるなぐらいな感じで緩く入ってきてほしいなと思ってさ。でないとさ、深刻すぎるじゃん、児童虐待って。深刻すぎるとみんな心機臭いから寄ってこなくなるんだよ。だからなるべく面白いことやってんじゃんっていうふうに思わせたいよね。猫ましぐらさん、既得権益守るの必死ですもんね。未来に、投資がどうのなんて口だけってはっきりわかりますね。うん。うん、そう、それを証明してみようかなと。ライラーボロニーさん、こんばんは。年寄りは票になるから、する夜が子供票にならないからほっとかれる。そういうことですね。ガンタスさん、学校図書館にもぜひ置いてほしいです。あと、保健室にも。ああ、もうぜひね。そう、だから、養護教諭の、勉強会のところには、もうみんなもう必読って感じで読んでほしいね。アランスミシー1964さん、昔の海塾ならかなり買ってくれそうな気がしますよね。確かに。うん。だからさ、なんだ、ヨゼミとかさ、寸大とかさ、予備校には、出版部もあるからさ、ね、俺の本置いてくれよって言いたくなっちゃうね。小野さん、とりあえず、学校図書館関係と図書館情報関係には、これがあるので、リーチしてみます。一応図書館情報学者だしね、よろしく頼みます。もう、小野さん様々だよ、もう。ライダーボロニーさん、日本にいてばかりいると行き詰まっていたが、海外に行ってスッキリできました。うん、そういう人いっぱいいると思う。僕もそうだった。もう初めて海外行った時。静香さん、初めて最近自分で何々したいが出てきて、香港に数日でも行きたい。いや、いいじゃん、いいじゃん。静香さん、そういうことですよ。僕がね、ものを喋ったり、何かを書くのは、まさに静香さんみたいに、なんかワクワクしてきた、何かしたいって思ってくれる人を増やしたいからなんですよ。何々しちゃダメなんだ。どうせ俺にはできないと思ってる人が日本人多すぎる。そうじゃないんだよ。何かしたいと思ったらやっていいじゃん。やっちゃいなよ。よ、やっちゃいなよ。みたいに言いたいんだよ、僕は。ヘイトスピーチは違法さん。こんばんは。コンさんは日本は精神障害者にとって生きづらい国だと思いますか？うん、生きづらいね。欧米に比べるとかなり生きづらいんじゃない？うん。だって遅れてるから20年、30年。欧米に比べると。うん、日本の精神障害、精神病の、福祉も医療も。うん。桜さんね、その政党の競争面白そうですが、票獲得のための偽のプロジェクト参加はやめてほしいですね。あー、なるほどね。だからこっちはさ、政党の規模とかじゃなくて、なんだろうな、モチベーションをどう測るか、児童虐待に対策をしたいっていうモチベーションをどう測るかっていうのに、物差しちょっと慎重に考えますよ、そこはね。静香さん、発達障害ですが、英語で考える方が楽です。あー、やっぱりそうなのかな。英語の言語やっていうのがどうやら発達障害の人は、優れてる場合があるそうですよね。今さっきの書き込みによると。ちょっとそれは、ちょっとさ、情報を検索した方がいいかもしれない。ムミラさん、今世のアイデアすごく興味ありますね。重いことを若くしながら考えられるというには、そうなんですよ。だから人間ってさ、深刻な問題には正直、あれもこれも深刻な、ね、現実ってあるじゃない。ね、仕事はリストラ食いそうだとかさ、ね、嫁さんも小遣いくれないわとかさ、まあ、とにかく、細かい不満っていうのは人それぞれすでにあることなので、そこに新しく児童虐待まで関心を持ってくれって言うと、重いよって言われちゃうわけよ。だから確かに重いんだ。だけど、僕は見過ごせないと思うから、無理やりに関心を持てというのも辛いので、だからせめてゲーム性があって、ちょっとこれ面白くないっていうようなスタイルでなんとかみんなに分かってほしいなって思うんだよね。面白いと思うものは、まあ、ちょっと見てみようかって気になってくれるじゃない。で、このプロジェクト自体はなるべく深刻なことを扱ってはいるけれど、深刻ぶらない方がいいとは思うのね。うん、みゆさん、あとは、民事業の方々とかに声かけると読むべき人におすすめしてくれそう。民事業。全国民生委員児童委員連合会なんてことなのね。うん。告知してくれたらいいんだよね。せめてね、こういう本案がもうすでに、先払いで買えるようになってるよってことをね。ムーミレさん、子供たちが新しい遊びを考える楽しさに似ていますね。あ、その通りです。僕ね、成長ってものをあまり信用してなくて、子供が子供のままでいられる社会が一番いいなと思ってるの、正直。うん。成長ではなくて、自由度を自分で広げていく。つまり、責任能力を開発していくことによって、自由度って広まる。権利っていうのは広まるんだけど、責任能力を身につけるってことの方が大事なのであって、成長するっていうことが、ともすれば、なんかね、
お前ね、大人になったんだからね、早々に夢を諦めろとかさ、ね、だからね、上の人の言うことを聞けとかね、だからそういうことはもうどうでもよくてさ、正直、うん、そんなこと聞かなくていいんだよと。ダメなものを、ダメな社会を作っちゃったのはダメな先行世代なんだからさ、先行世代はむしろ自分の過ちを認めるべきなんだ。俺も50も超えて分かったよ。はっきり言って。20年前はそれこそ30過ぎだったけど、その時はまだ若者の部類にギリ入ってたかもしれないけど、50超えてさ、この20年間で児童虐待がさ、こんなに増えているのに、国の手当もつかないし、虐待された子たちのアフターフォローもできてない。これはもう50過ぎたら大人の責任の大人って俺のことだって思うじゃん、やっぱり。この20年間俺何してきたんだろうって思うじゃん、やっぱり。だからこの本作りたいんだよ。未来さん、日本語って純粋に文法的なこと以外に、言外のニュアンスなんかが含まれるが厄介なんですよね。ああ、なるほどね。それはあるよね。野さん、親の監視から外れたらライティングが毎日できるようになりました。できれば講演も増やしたいです。増やすのだ。そうだ、増やすのだ。皆さん、そう、だから精神病理関連の本は、日本人の権威の書いた本じゃなくて、英語人の翻訳ものを読みます。全然違う。ああ、そうなんだ。それから発達障害者意外とね、片方では障害の方に見られながら、片方では英語に関しては少なくともね、なんていうかな、なんていうの、メリットって言っていいのかどうか分かんないけど、まあ優位性があるかもしれないよね。うん、いわゆる発達障害を持ってない人と比べると優位性があるかもしれない。もうちょっといいかもしれない、それは。アランスミシ19643、ちなみに私の友人でいきなりイタリアに、渡航して20年住み着いたやつがおります。私のおばも31歳の時に突然大学に行くと渡米してそのままアメリカに住み着いております。そうか、俺もなんか老後は、海外に住もうかな。じゃあ、ライラーボルニーさん、例えば英語などは表現がストレート、しかし日本語は、羨みできないと使えない言語だと思います。まあ同じこと言ってるね、そういうことだね。未来さん、子供が子供のままでいられるようにという思いが、私は児童福祉をやらせてみてから変わらず持っている思いだったりします。ああ、やっぱそうか。俺はなんかあんまりさ、俺大学3ヶ月で辞めちゃった人だからさ、そんなに詳しいわけじゃないんだよ。専門一つ一つがさ、児童福祉がどうのとか、精神病がどうのとか、そんなに詳しいわけじゃない。だけど、ずっと自分が個人的に考えてきたことってさ、ね、コイン入れなくていいからね。っていうのは、あと14分ぐらいで終わるから。入れないでね、コインは。あ、これ、前振りじゃないよ。入れなくていいよ、本当に。そうなんだからね、子供がね、無理やり何かに、なんだろう、変えられなきゃいけないとなると、それは誰に、何の目的で変えられるかっていうと、先行世代にとって都合のいい大人に変えられる以上の意味はないんだよ。だから俺は子供が子供のままイノセントで生きられるっていう世の中の方がよっぽどいいと思ってるわけ。プーさん、ハイコンテクストとローコンテクストの違いですね。あ、そういうことですね。小野さん、発達障害ですが、計算のできなさを親や学校に叩かれ続けたけど、今は言語能力が高く評価されています。弱みは強み。そういうことだよね。未来さん、障害名の翻訳なんかも英語を無理やり日本語に直してたりしてて、かえって偏見生むだろう、それ、みたいなのがたくさんあります。わかる。わかる、それは。なんていうのかな。言語っていうのはさ、ね、例えば英語とか日本語っていうのは、あらかじめその言葉はその文化とか歴史に裏付けられているので、ベタに日本語訳するとわけがわからないっていうことが往々にしてあるんだよね。特に専門用語はそうだよって思う。さくらさん、うわ、もうそんなに時間経ってたのか、内容が充実しているのであっという間だし楽しい。 ありがとうございます。僕の、ツイキャスはなんかもう2時間で声枯れちゃうからごめんなさいって感じなんだけど、もう早いと思うよ、早口で読んでるし。スピーチャー違法さん、これなんていうの、シュポンスプニアを精神分裂病に訳したのも問題でしたね。仕方ないのかもしれんけど、シュポンフィレニアって、これは何、英語それともドイツ語、それもよくわかんないよ。俺は学がないからさ。で、トラさんみたいなことを言う。グーミラーさん、ツイッターの通知見ていたら、私のツイッターのコメントに堀潤さんからいいねが来て驚きました。おー、おー、見てるね。見てるね。何気に見ててくれてるね。ヘイトスピーチャー伊藤さん、英語でスキゾフレニアです。ああ、そうなんだ。あのスキゾか。
なるほど。なるほどね。そう、パラノイアとかスキゾレフレニアとかね、昔ちょっと流行ったね。未来さん、オーティズム、自閉症もしっくりこないです。ああ、自閉症って漢字を思いついた人は多分、うまい漢字当て込んだと思ったんだと思うけどさ、オーティズムだったら確かに、自閉症って言い方変だよね。うん。小野さん、こしはこれからが長い夜、コンサに行っていた相談案件がこちらに流れてきてるんでね。うん、まあよろしく頼みますよ。ダランスミシ1943、クリムゾンの曲ですな。ああ、なるほど。うん、だから結局、まあロックとかもね、そうなんだよ。ね、ロックンロール、まあ有名になったのは多分プレスリーが腰振ったから卑猥だとかさ言われてさ、反社会的に言われてるんだけど、プレスリーに憧れて出てきたビートルズとかさ、あるいはその後見てもさ、やっぱりこの社会の仕組みは間違えてるよねっていうことをさ、その間違えた仕組みに乗っかれって言われても俺たちは乗っかりたくねえんだよっていうのがロックなんだよ。うん、だってもともとロックはね、ブルースから派生して出てきてるわけだけど、ブルースっていうのはやっぱりさ、貧しくて仕事もなくてさ、酒飲んで暴れてさっていうような男とさ、つまりダメ人間の男とさ、それに付き合わざるを得ないね、奥さん女ね、あれは売春だったりさ、子供を売らなきゃいけないとかさ、子供をピンタしてるとかさ、なんかもうとんでもないのがやっぱりブルースで、そこから来てるわけだよね。だからもうなんて、ブルースが言ってみれば演歌に近いっちゃ近いんだけど、演歌はなんか自分を責めたりするんだけどさ。でもさ、それを嘆いてるだけだとその先がないから、ロックは力強く社会は間違ってるっていうメッセージを発したんだよね。だからロックはポップになってたんだよ。うん、黒人で学力もなくて孤立化分断されてると自分が弱いからダメなんだっていうふうに思っちゃう。でそれがブルースだったんだけど、ロックは逆にその先なんだよね。うん、違うんだと、みんな間違ってないよと、間違ってるのは社会の方なんだって言ったのがロックだからさ、うん、だから僕はロック好きなんですよ。でだけど今商業ロックがほとんどになってしまって、ロックのスピリットはどこ行ったって思ったら、まああれだよね、ヒップホップとかになってるよね結局。なんでかって言ったら、ヒップホップも黒人がお金がないけど、人の音楽にリズムつけて踊りまくったりして、あと韻を踏んで叫べばいいんだっていうところから生まれてるわけよね。ヒップホップの前にさ、パンクっていうのがまあイギリスから出てきたけど、ロックの次にパンクが来て、でパンクの次にヒップホップが来て、でみんな、やっぱそれロックの進化系なんだよ、言ってみれば。つまり、虐げられた人間が、どうやって自分たちの思いを、世界に知らしめるかっていう、その音楽なんだもん。ガンダスさん、ビジュアルはロックなのでしょうか？ビジュアル系ロックは、ロックだと思いますよ、僕は。ただし、今、ビジュアル系っていうの、系が出てきた瞬間に、もう実は商業化してしまってるってところがあって、最初にビジュアル系だった人たちっていうのは、そうじゃないわけだよね。ビジュアル系って名前がない時にやってた人は、今までじゃないロックを作ろうっていうことだから、今までのロックはもう商業化した、商業化じゃないロックを作ろうっていう時に、やっぱりビジュアル系的なことを先に始めるわけだよね。うん、だから今のビジュアル系は別にロックでも何でもなくて、普通の商業ポップだよね。桜さん、今までヒコちゃん時代に自分を押し殺して生きてきたので、今はロックにはっちゃけてます。それでいいんだよって僕は言いたい。うん、そうだ、いいこと、いい子ちゃんになっていいことあったかいって言いたくなっちゃうよね。うん、ということで、あと6分半くらいなので、なんか質問があれば今のうちに。アランスミシ1943、最初は男 を起床するだけで反逆でしたからね。いやそうですよ、だから三輪明宏さんとかまさにそうだったし、まあ、ロックシーンでいうとカルチャークラブあたりかな。いや違うわ、あれだ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 、あ、ダメだ、もう名前出てこない。いかん。だからイギーポップとか、あとなんだ、この間亡くなった、あの人、あの美しい、
あの美しい顔が、なんで俺の名前すぐ忘れちゃうんだ。うん。あ、そうそう、あの、そう、デビットボーイ。そうそう、デビットボーイだよ。うん。そうそう、デビットボーイだよ。うん、もう本当俺もボケてきたのかって、もう嫌になっちゃうよ。じゃあ、ただ眠いだけだからね。ロックを愛してるよ。湧き出し直線さん、精神、医療も文化的虐待ですかね。ロックします。あの、精神医療だからではなくて、精神医療の中でも、結局、その、医療側、あの、治そうとする側の都合が優先されていたら、直されたいニーズは後ずさるよね。言ってる意味わかりますか？私は医者で、私は医学部を出て、医師免許も持っているっていうのは、だから私に従いなさいっていう支配関係を生みやすいわけだよ。だから、直されたい側はどう直されたいか、ね、早く直してほしいわけだ。うん、あるいはもっと楽にしてほしいわけだ。だけど、知識が、スキルがないわけだ。で、力がない側が力がある側に、引率されるのは、これは支配関係って呼ぶんだよ。だからそういう関係性に鈍感な医者っていうのが珍しくないんだよ、精神医療では。だから文化的虐待になりがちなんだよね。小野さん、私は学術と現場、意識高い系とヤンキー系、両方をシームレスに渡っていってやるぜ。うん、ぜひ。ムミレさん、教師らさんもそうですよね。あ、そうそうそう、そうなんですよ。そう。京志郎さんは、だってあれだよ。今の京志郎さんね、もう亡くなっちゃったけど。まあ、ビジュアルですよ。完全に。うん。しかも、京志郎さんはさ、ジョン・レノンのマザーを日本語にして歌ってたよね。お母さんって歌ってたよね。なんでかって言ったら、京志郎さんお母さんがいなかったからだよ。結構それずっと言わなかったよね、あんまりインタビューでね。歌で歌ってたよね、彼は。ジョン・レノンに心酔してね。未来さん、医療者はあくまでも患者の治したいに寄り添うことしかできないということを自覚しないといけないって、そうです。私は医者だから、なんか、治したいとかっていう。お前の治したいじゃないんだよ。こっちの治りたいに寄り添えよって話だよね。私一直線さん、わかります。支援して、食う人の側を優遇しているという、そうです、そうです。さくらさん、本当は医療者も患者も対等なのです。これは看護学校で習いました。でも現実は、チーンって、そう、このさくらさんのチーンっていうのは、要するに医療現場だと、看護師は医者の命令を絶対服従だし、ね、福祉職は医者の命令を、医療の命令を福祉職は絶対服従させられてんだよ。だから医者のが絶対権力者として振る舞ってるのが病院であり日本の医療なんだよ。いつの時代って、江戸時代って言いたくなっちゃうよ。アラン・スミス1964さん、今やってるキングコングでブラックサバスのパラノイア、かかってるシーンは無条件に上がるから楽しいですよ。ああ、もう行きたいんだよな、キングコング本当に。俺、キングコング見たいけどさ、もうやるべきことが山ほどあって行けないんだよね。ムーミラさん、先日亡くなった香川亮さんの曲も良い歌ですね。今週初めてそんな知りましたが。ああ、そうだよね。どんどん亡くなっていくね。香川亮さんの曲に良い歌ですよ。後でみんな YouTube チェックですね。未来さん、福祉の現場にもチーンなことがたくさんあります。はい。そうなのよ。そうなのよ。福祉は福祉でチーンなんだよね。もうみんなチーンとか言ってるから、もうね、五輪中みたいなね、もうなんだろう。世も末じゃみたいな状況になってんだよ。だから社会福祉法人の施設でさ、いろいろ問題があるかもしれないが、明るみに出ないよ。明るみに出るときは殺人事件が起きたときだね。小野さん、公務員の現場はもはやお通夜を通り越して仮装です。はい。毎日が仮装なんだよね、お役所は。だけど、毎日仮装してると自分たちが仮装現場にいることがわからないんだよね。怖くない？みんな怖いって思わないと、俺はもう本当恐ろしい社会を生きてるよって思うよ。ということで、あと1分半。あと1分ぐらいだな、多分。うん。アラン・スミス1964さん、介護の現場もチーンですよ。みんなチーン言ってるな。うん。まあ、介護はもう、ね、もう業界的に、他の業界と比べてもう低賃金で、ブラック企業が前提なので、厳しいよね。ムーミラさん、そのいろんなひび割れをみんなでコツコツ積み上げて現在よりも少しでも良いものにしたいですね。そうなの。ここで負けるわけにいかないんだよ。
さくらさん、うわ、チーンだらけ、変えてきましょうね。そう、そうなんだ。みんなよく言ってくれた。そうなんだ。僕らでも、一人だけでも変えられるものがあるよっていうのを見つけるんだよ。で、みんなが動き出すんだよ、一人一人。そうしたら、お互いにできるよ。こうやって変えられるから、ちゃんと。だからそれをちゃんと示したい。だから僕今ね、たった一人で、とにかくこれ先払いで買ってってやってるけど、ちゃんと実現するから、見ててねって感じなの。うん。小野さん、お疲れ様でした。来週コンサートのプロジェクト売り込み今月です。よろしく頼む。うん。しばらくはこういう話の追加しになりますが、皆さんよろしくお願いします。ということで今日はどうもありがとうみんな。